名官レベルが上がったみたいですね。こんばんいまい、みんなこんばんは。お絵かき VTuber の徹夜舞じゃよ。和光さん、鉢巻きつけちょる。メールが来てて、いつか、あ、みんな大気ありがとう。鉢巻きも可愛いですよね。ちょっと待ってね。何かと目をかけていただいて、ソーラクさん、大気ありがとう。和光さん、こんむいむいむいちゃんの声もグラスの声もよく聞こえてるよ。あ、ほんと？よかった。さん、ヘッド。あ、マイネーム、イズさん。ヘロー。月の作り出す影が好きなんです。太陽が映し出す、それよりも Thank you for coming to watch my channel。 ソーラクさん、待機ありがとう。和光さんね、待機ありがとう。ね、セーブ少しでも補充できたら良いなって思うよ。ヘイヒトラさんも待機ありがとう。佐野のにゃんこさん、こんむい。佐野のにゃんこ、こんむい。にゃんこさん、こんむい。和光さん、若干棒読みちゃんが大きい気も。和光、若干棒読みちゃんが。名官レベルが上がったみたいですね。なんか、あれね、復唱しとる？お知らせがあるみたいですよ。ね、ちょっとね、導入してみたんよ、棒読みちゃん。こんむい。はたたこんさん、こんむい。はたたこんさん、こんむい。およ。しもつきはじめさん、こんむい。わこう、棒読みちゃん、ねえ、大事なことなので毎回二回読んでるね。しもつきはじめ、こんむい。わこうさん、棒読みちゃん、大事なことなので毎回二回読んでるね。なんでじゃろう。ちょっとあれさね。一旦切っちょこう。で、ちょっと、いつかあるじゃね、なかなかうまく導入できちょらんね。で、下月さん、いらっしゃい、こんむい。下月はじめ、頑張ってください。出先なので、また応援に行きます。うん、ありがとう。あ、閉じたら、うまいこと一回で喋ってくれちょる。これで良いんかな。うん、ね、ね、気をつけてね、頑張ってね。今日はね、あれなんよ、グラスちゃんに合わせてね、鉢巻き巻いてきたんよ。ほいでほいで、今日はね、青春杯ね、やっていきたいなって思っちょるんじゃけど。ヘイストラさん、なんでだろうね。ヘイストラ、なんでだろうね。あれ、復唱しとる。なんでだろう。え、閉じたんじゃけど、閉じたんじゃけど。ちょっと待ってね。なんでじゃろう。治ってない。治っちょらんね。和光さん、治ってない。なんでだろうね。佐野のにゃんこ、メン。一回来て。閉じたんに。お知らせがあるみたいですよ。これで良いかな。サフルティン、アリさん、ゴースト、アフテアノン。あ、サフラディンさん、ゴッド、グッドアフテヌーン。Thank you for coming to watch my channel。 ねえ、すごい。これもあれだね。あれダブル、和光と、和光さんって呼ばれ方も違う。あ、ほんとじゃ、2種類ある。ねえ。なんでじゃろう。太陽が映し出す、それよりもほのかで。ねえ、ちょっとこれはあれだね。先輩のシャルちゃんとかにちょっと聞いて、うまいこと調整してかんといけんね。うん。ほいじゃね、で、やろうと思って、今日ね、すごい、ウマ娘つけたらみんな見た？みんな見た？アリーさん、私はヤムイさん、今日は悲しまないでほしい。うん。ね、
あの、ハッピーで行く、ハッピーで。あの、たまもクロスちゃんのね、あの、プロモーション流れちょった。エルったら。ほいじゃけね、ガチャしたい。ホットソースで混ぜて食べるんですよ。こんな店頭に唾吐く行い。納豆にホットソース。ね、どうなんだろう。たまもクロス来たらいいね。ね、あの、あるじゃね、ちょっと。たまちゃん欲しい。ジュエルもね、3000個貯めちょるけん。レベルが上がったみたいですね。うん、でもね、サポートカードも回したいんよ。ほいじゃけん。一回ずつじゃね、一回ずつ。アメリカの妹からメールが来てて、いつか絶対。はぁ。でもかっこよいね、これ。ね、これかっこいい。ねえ、気合で引く。気合で引こう。気合で引く。ヘイストラさん、グラス、エル？ねえ、エルちゃんのホットソースみんなどう思う？ねえ、うちは全然納豆にホットソース良いと思うんじゃけどね、すごい。アレンジ良いと思う。これはあれじゃねえ、なんかの、真っ赤なコインを集めて交換したらこれもらえたの。じゃあね。サロのにゃんこさん、頑張れ。うん。まずはガチャ引いて、で、あの、グラスちゃんのストーリー読んで、読むまで。ヘイストラさん、イベントできて偉い。うん。あ、ね。ありがとう、そう、イベントね、そう、コイン換金できたんよ。おい。あ、今の漫画、今の一コマ漫画がありかもしれんね。さっきのお話の元ネタかもしれん。おい。お願いしまーす。和光さん、じゃがりこ食べながら、良いの出るの祈ってますね。あ、じゃがりこ良いなぁ。良いなぁ。何味じゃろう。じゃがりこね、美味しい味いっぱいで取るもん。ね、いつも良いの出ると良いんだけど。ヘイストラさん、いい子来ますように。あ、ヘイストラさんありがとう。ちょっと待ってね。サフルチン、アリーさん、鉄さん、スイさんが玉を手に入れればいい。あ、サフラディンさん、センキュー。ワコさん、サラダ味です、一番ノーマル。あ、サラダ味じゃん、オードじゃん、キングじゃん。あー、ちょっと残念じゃったね。ね、でも大丈夫、星さんに波のね、あの、なってくれるけど。サフルティン、アリーさん、神は鉄や清水さんを助けてください。ああ、センキューね、大丈夫、大丈夫。あの、うちね、本命どっちかっていうと、こっちだけん。リンシンさん、コンムイ、グラスワンダーと聞いて。リンシンちゃん、いらっしゃい。ね、今日はね、あの、青春杯ね、勝ちたいと思っちゃって、あれじゃね、あの、サポートカードが大事だっていうの、あの、チャンネルで紹介されちゃったから、ね、あの、いいサポートカード引きたい。ドーベルちゃん、これも重ねられるかな？これも重ねられそう。あ、ウィンディちゃんじゃん。スイープ東証ちゃん。アリーさん、訳文でヤムイさんという名前が変なように見えますが、ごめんなさい。気にしないで、気にしないで。オッケーオッケー。たくさん出ますように。センキュー、すごい。和光さん、ナイスネイチャ、かわゆい。ちょっと待って、ちょっと待って。みんなちょっとごめん、待ってね。日本語で翻訳してくれた。佐野のにゃんこさん、
トップにオグリン置いとくと玉引けるという噂。あ、そんなおまじないあるの？え、それ知らんかった。ヘイストラさん、ゆっくりで大丈夫よ。あるよね。漫画の、あのコンビなんよね。あの、シンデレラグレイってあの、漫画に。あ、サフラディンさん、thanks for translating it in Japanese。ね、thank you very much。あ、ヘイソラさんね、ありがとう。はい。いなりワンちゃん。メジロパーマーちゃん。バンブーメモリーちゃん、あ、初めての子じゃ。マックインちゃん、あ、ライアンちゃん、これ、あ、うちも取らんかったんじゃ。あ、重ねられる。アイン、サポートカード、あ、どうじゃろう、おしさんになるかな、誰か。あ、窓さん、どうぞどうぞ、この逸材鍛え上げちゃってください。あ、バクシンちゃん手振ってくれとる、かわよい。上限解放、ビシバシと参りますわよ。オッケー。で、ヘイストラさん、今のバックミュージック聞くだけで泣いちゃうね。え、すごい音楽良いよね。また可能性に近づいたね。いつもゲーム始めるとみんながなんかあのリクエストして流してくれちょるんよね。これすごい、選曲がすごい良くってからすごい楽しい。うちはね、バックシンちゃんの曲がお気に入り。ウインディちゃんはすごい子だ。ウインディちゃんと、あとトウショウちゃんと結構みんな重ねられるんじゃね。レクイエム課長さん、こんばんは、グラスワインジョッキ。あ、レクイエム課長さん、こんばんは。和光さん、爆心爆心シーンって頭に残るよね。ねえ、和光さんね、うつもすっごい残る、あれすっごい好き。ヘイストラさん、ウィンディちゃんめちゃめちゃ強いから来てくれて嬉しいね。うん、すごい嬉しい。あ、初めてじゃないこれ。力になりたい、私も。上限解放マックス。よし、まだ。うちあの YouTube チャンネルのヘイストラさん、ね、ナイス。あ、ね、ありがとう。ね、初めてあの上限解放マックスまで行ったよ。ポケガメさん、こんばんは。ではありません。あ、ポケゲームさん、いらっしゃい、こんばんは。今ね、ちょっとあの、ストーリー読む前に、ちょっとあの、カード重ねちょるの。レベル上げる。レベル上げる。あの、YouTube のチャンネルの、のっちん TV 様っていうところを見て、あの、金ピカのね、Sレアのカードがすごい強いのあるってあの、アンハルハイでね、紹介しとって。これもすごい良いカードだった気がするの。もっといたずらしてやるのだ。
よいしょ。これと、あとね、サポートカードね、レベルアップね、まんべんなくあげちゃダメよって、お金が足りんくなるからって言っちゃった。あれ？あ、タキヨンちゃん。これも強いんじゃないの？和光さん、予習復習できる子偉い。あ、ねえ、予習復習なんかな、ちょっと。あ、ねえ、こっちもサフーティン、アリーさん、悲しまないでヤムイさん。うん。大丈夫、全然ハッピー、みんながすごい応援してくれとるからね、すごい楽しく配信できとるよ、センキュー。つよしともしょうさん、こんむい。あ、つよしさん、こんむい。今ね、レベル上げしとる。ヘイストラさん、絞り込みですあとスアの表示にしておくと見やすいかも。絞り込み。あ。S レアと SS レアの表示。あ、なるほどじゃね。絞り込み。ねえ、すごい。悪趣味な風さん。あ、悪趣味な風さん、いらっしゃい。あれさね、すごい。青春杯でね、すごい。苦い思いばっかりしとるから、今日はね、クラスさんとリベンジするの。これで重ねられたんかな、全部。大丈夫じゃね。はい。ほいじゃほいじゃね、あれじゃね。あなたと馬娘のお話は、とても興味深いですね。グラスさんのストーリー見る。迷子だったトレーナーさんが私の担当になってくださるなんて、袖振り合うも多少の絵。よくも気にせんと。これあれじゃね。ストラさん、なぎなたの謎がわかるかな。なぎなたの謎ね、すごい気になる。よいしょっと。ある日の昼下がり。これね、あれじゃね、温泉じゃない？あ、固まっちょる、ちょっと待って。ごめん、ちょっと待ってね、動かない。すごい BGM 綺麗じゃね。ヘイストラさん、あらねえ、なんか止まっちゃった。コネクティング出てこんね。いつもじゃったらのリトライしとりますって出るのに。和光さん、大丈夫、ずっと待つ。あ、和光さんありがとう。待っちゃったら来てくれたよ。グラスちゃんのおめかしに時間かかっちゃったかも。昼寝が気持ちいい。ふと思い立ち、いつも行かない遠い場所へ買い出しに出たら、道に迷ってしまった。さすむい。どうしたものかと困り果てちょると、すみません。あ、つよしさんありがとうね。やっぱり待っちゃったら来てくれたね。すごい。ねえ、すごい。今すっごい寒いけど、ゲーム画面はすごいあったかそう。ねえ、にゃんこさんね、すごい。グラスちゃんかわいいよね、すごい。もしかして、学園所属のトレーナーさんではありませんか？ねえ、すごい。大和なでしこじゃねえ、すごい。迷子になっちゃった。やっぱり、学園内で
何度かお見かけした顔だなと思ったんです。あるじゃん、すごい、おかみさんもすごい似合いそう。グラスちゃん、こんねるねる、何かお困りのように見えましたが、どうなさったのですか？あ、めこさん、いらっしゃい。こんねるねる。ね、まずはお姉ちゃんのてつやもいじゃよ。今日はね、馬娘やっちょるの。りんしんさん、あらかわいい。ねえ、りんしんちゃんね、すごい、グラスちゃんかわよいね。まあまあ、それは大変。私でよければ、学園までご案内しますよ。ね、トレーナーさんいつも猫さん、馬娘ちゃんに助けてもらってばっかりじゃねん。あ、猫さんありがとう。で、よかったら一緒に馬娘ね、見守ってくれたらすごい嬉しいな。和光さん、とてもお嬢様っぽい。悪趣味な風さん、ね、すごい、ほんとじゃね。棒読み、いよさかい渡りピリオドへの世界とさん、むいさんこんばんはです。あ、カイトさん、こんばんは。今日ね、あれなの、新しくね、グラスちゃん育てちょるのね。え、勝利の舞、勝利の舞、一回転ね。え、和光さん、すごいお嬢様っぽいよね。買いに来るので、一応地理にも詳しいんですよ。どーんとお任せください。では参りましょうか。ね、すごい、おしとやか。なぎなた振り回しとったのはあれなんかな、なんかのブゲーとか習っちゃるのかな。強しとも翔さん、むいちゃんのおでこも新衣装かな。学園まではあともう少しですよ。そう、今日、今日と明日限定の賞。すっかり日が暮れてしまいましたね。私、ついついのんびり歩いてしまって。和光さん、後ろ髪なのか、尻尾なのかってくらい、後ろに尻尾が2本あるみたいで可愛い。あ、ねえ、すごい、サラサラロングヘアよね、ほんと。いよ社会渡りピリオドへの世界とさん、必勝鉢巻き素敵ですよ。あ、カイトさんありがとう。ね、今日こそね、今日こそ、今日と明日こそね、すごい、青春杯ね、勝ちたいと思っちょるの。いつもはね、すごい、みんなに助けてもらってばっかりだから、うちもね、ちゃんと自分でもちゃんと勝てるように努力せんといけんと思って。いろいろと調べ物したりとかしたの。いつまでも見入っていられそう。だからついつい足取りもゆっくりになってしまいますね。え、景色がゆっくりなところね、お散歩するとすごい心がゆったりするんよね。え、すごいデートじゃん。おヘイストラさん、予習できて以来、たくさん見守ってるね。あ、ヘイストラさん、ありがとう。むいちゃん、普段しっかり頑張っちょるやん。うん、やん、そんなことないよ。ね、すごい。この配信とかじゃったら、本当にみんなのすごいアドバイスがあってこそなんよ、すごい。むいちゃんのお腹が鳴ってる。バレた。ねえ、すごい。うちもお腹空いてきた。ヘイストラさん、むいちゃんのお腹鳴った。佐野のにゃんこさん、お腹空いてる？スパゲッティ食べたんじゃけど、スパゲッティ食べたんじゃけど、お腹空いてきたかもしれん。そうだ、ちょうどいいものがあるんです。馬娘つけると、大輝ちゃんの10キロのお肉のバーベキュー思い出しちゃうよ。時間をいただいても構いませんか？ええよ、大丈夫よ。もしよろしければトレーナーさんを野立てでおもてなしさせてください。野立て、野立てって読むの？野店じゃなくて野立て、はい、野外で楽しむお茶会です。すごい。お外で日差しや空気の匂いを感じながらお茶をいただく。和光さん、スパゲッティは紹介からすぐお腹減っちゃうからね。あ、そうなんだ。
そうなんだ。消化良いからすごいすぐ減っちゃうんだ。あ、でもなんかすごいわかるかもしれん。あの野菜が入ったトマトソースかけて食べたんじゃけど、うん、あのパクパク食べてね、満足しちゃったんじゃけど、そうなんじゃ、スパゲッティって、あ、やっぱりあれじゃね、あのお米が最強じゃね。私、茶道が趣味なので、今日遠出をしていたのもお気に入りのお店でお抹茶やお菓子を注文するだけだったんです。ヘイストラさん、今日はムイちゃんから飯テロの話題がねえあ、ごめんみんな、ごめんねえ、すごい、うちが普段怒っちゃるのにね。夕方の世界とさん、パクパクですわの勢いで食べてたんですね。うん、うちすごい、あのお腹すくとパクパク食べちゃうね。お茶会ね、すごい羊羹すごい、あのむしゃむしゃ食べてしまいそう。ちょうど道具も持ち歩いていましたから、いかがですか。ね、パクパクですわ、あの勝ちですわ、あのあれみたいな感じで食べてしまうかも。よかったです。では早速準備しますね。すごい、あっという間じゃね。おまんじゅうかな、トレーナーさん。ね、おいしゅうございましたそれは何よりでございます。あ、すごい、礼儀正しい。お腹も心も満たしてくれるのがお茶のいいところですよね。ヘイストラさん、むしゃむしゃはさすがのグラスも苦笑いしそうね。すごい、あの羊羹とかおまんじゅうとかの一杯の両手であの掴んでからいっぱい頬張っちゃいそうね。すごい、佐渡は昔から習っちゃったんじゃろうか。食べない子、遠慮する子よりは、いっぱい食べてくれる子の方が好感持てる。焼肉10キロとか、強しとも翔さん、うん、野菜のお茶はいいぞね。10キロのお肉食べたいね。野外のお茶ね、お外はない、お外、あの京都の銀閣寺で、あのちょっとなんかそういうのね、なんかの食べたことはあるんじゃけど、すごいね、あの景観楽しみながらね食べれるのすごい良いんじゃけど、なんじゃろう、寒かった気がする茶道、茶道ね、すごい、茶道、日本舞踊、あとヘイストラさん、すごいね、すごい、なぎなたなんかも一通り、すごい、何でもできちゃうわ。侍さん、こんばんは。和光さん、川床よりじゃなくて銀閣寺なのね。ヘイストラさん、途中まで良い感想かと思ったら寒かったのね、わら。うんあの、美味しかったんだけど寒かった。あの、すごいね、あの昆布茶が美味しかったの、あったかくて、あの京都ね行くときはすごい、あのあったかいときに行った方が、あのいろいろと景色見ながら食べられるけおすすめよ。いえいえ、それほどでも、好きが高じてのことですよ。ね、すごい、華道とかすごいおしゃれじゃね。あのね、すごい品のある子じゃね。なんかあの、これ言うべきだろうか、オペラ王さんの時よりすごいなんか落ち着くオペラ王さんの時よりすごい、なんかあの温度差がすごいんじゃけど、両親がどちらも根っからの日本好きでして、ねえ、すごい真逆よね、つよしさん。折に触れ日本語で、ね、向こうさんなんかの侵略、わらわら、自然と興味が湧いてきたんです。ねえ、すごい、なんか佐野のにゃんこさん、お嬢様ですかね。ねえ、すごい、あのヘイストラさん、演劇の合間に人生やっちゃることはやっぱりちょっと、ちゃったその気持ちはよくわかるけど、わら。ねえ、世紀末覇王者も、山羽根城さん、オペラ王は世紀末だから、わら。ねえ、世紀末頼んでいろいろと習わせてもらったんですよ。そうなんよ、すごいね、すごい日本文化がね、あのあれね、最初にのコメントの人に教えてもらって、そう、
アメリカからね、来ちょる子ってのは知っちゃったんじゃけど、強しともそうさん、めいちゃも清楚ってこと。え、ほんと？ありがとう。ケンゲンさん、こんむい。ケンゲンさん、いらっしゃい。こんむい。今ね、グラスちゃんのストーリー見ちょるの。今ね、野立てでね、お茶入れてもらったの。あ、お茶をね、ごちそうになったの。まだまだ至らぬところばかりですね。すごいと思うんじゃけどな、うち。テツヤネルさん、こんむい。礼儀正しく教養にあふれる凛とした佇まいの大和なでしこになれたらと、日々修行中です。もうすごい、こんな言われてしまったらもううつ負けちょれんよ。あ、ねるちゃん、こんむい。今ね、ストーリーモードやっちょるよ。すみません、すっかり話し込んでしまいましたね。和光さん、ネル様だ。今度こそ学園へ戻りましょうか。ねえ、すごい、迷子になってラッキーじゃったね。大和なでしこぜんとした馬娘クラスワンだ。和やかに微笑みながらお茶を立てていた彼女は、果たしてどんな走りをするのじゃろう。あいうえおさん、ねる、ガーチク、ぴょね。あ、あいうえおさん、いらっしゃい。佐野のにゃんこさん、大和なでしこなんですね。あ、あれだね、ねるちゃん。ねる様だよ。ねるちゃん、ガーチック4の切り抜きの件じゃね、きっと。ねえ、にゃんこさんね、大和なでしこ、まだまだ修行中って言ってるけど、ねえ、うちからしたらもうパーできたんだけど。トレーナー向けの、あ、来たね、選抜レース。いつもここから始まっちゃるのにね。先に慣れ染めから始まったね、選抜レースの前に。グラスちゃんってどんなお走りするんじゃろう。鉄屋ネルさん、少々お待ちよ。ね、すごい。第2話。デビューを目指す馬娘たちが、トレーナーに自身の実力をアピールし、スカウトを狙う選抜レース。ねえ、すごい。あ、強しさん。強しともそうさん、鬼の形相で走ってたら笑う。うちもちょっと思った。実はレースではすごい、ねえ、二面性のあるキャラじゃないけど、うちね、アニメは一気見ちょるんよ。結構ストイックなキャラクターのイメージなんじゃけど、トレセン学園の一大行事が今日も始まろうとしちょった。早速こうして足を運ぶと、あら？ゲームはどんな感じなんじゃろう。もしかして先日お会いした迷子のトレーナーさん？なんかすごい二つ名がついちょる。ねえ、ちょっと恥ずかしい。すみません、思い出深い一日だったもので、つい。ねえ、すごい、迷子になって野立てでお茶ごちそうになるなんてめったにないもんね。選抜レースご覧になるんですね。私は今日の最終グループに出走するので、途中で帰らずにいてくださると嬉しいです。ねえ、客指名とかね、すごい。ねるねるこんねる。いろいろドラマあるけど、グラスちゃんとどういう感じでね、なるんじゃろう。強しともしょうさん、瞑想迷子と、レイナー。瞑想迷子と、リンシンさん、やだ、楽しみにしてください。そんな格好悪いトレーナー、待ってね、トレーナーさんで瞑想ってすごい演技悪いか？ねえ、リンシンさんすごい楽しみ。ワンダーちゃんは穏やかな調子を全く崩さず、和やかな微笑みでコースへと向かった。うん。
次々と進行していき。次、私のグループが出走だ。メコさん、よとぎしないと強くなれないよ。あれじゃね、黄金世代の3人じゃね。え、メコさん、そんなことせんといけんの。ウマ娘ウマ娘はそんなせんでも大丈夫でしょう。スペちゃん、固くなりすぎです。出走前に石化しちゃいますですよね。すごい緊張良くないよね。石化？それじゃあ走れなくなっちゃうよ。いや、ダメ、うちこういうところ本番ガチガチで緊張しちゃう。まあまあ、スペちゃん、リラックスですよ。リラックス。人事を尽くして天命を待つ。スペちゃんは今日のためにやれる限りのトレーニングを積んできましたよね。あとは自分を信じて思いっきり走れば。和光さん、この2人はいろいろあるもんね。どう絡むのか楽しみだね。ねえ、すごい。アニメでもよく見ちゃったし、あれじゃね、オペラ王者の時とか、ねえ、オペラ王ちゃんとスカーレットちゃんの時もそうだったかな。ね、結構よく見かけちょる。ありがとう。あ、ヤトミさんじゃ。ヤトミさん、こんちゃー、むいちゃー。こんちゃー。ヤトミさん、今ね、ストーリーモードやっちょるの。エル、ちょっと向こうに連れてもらえますか。強しともしょうさん、ちょうどいい温度のミストやな。こうですね。ほんと急に何ですか、グラス。お、あ、ごめん。すごい。お怪我はありませんか。一応見てもらった方がいいと思いますよ。そうする。本当にごめんね。お大事に。やとみさん、今日からまた一からなんやね。うん、一から。っていうかグラスちゃんすごいね。落ち着いてるにも程があるよ。佐野のにゃんこさん、ニュータイプ。いえいえ。ねえ、ニュータイプじゃん。エルも無事で良かったです。なんかすごいお話ししとって後ろから走ってる子に気づいちゃったんじゃん。あの子、グラスワンダーでしたっけ。大舞台なのに相当落ち着いてるな。ねえ、すごい。あの精神力はかなり武器になりますね。それにあの子はメンタルだけじゃない。これまでの実績からしてフィジカルも相当なものよ。最終グループの大本命ね。おお、そうな、そうじゃね。あのトレセン学園に来る時点ですごい子なんよね、みんな。強しともしょうさん、俺も精神安定させたい。うちも今度レース、すごい、もうドキドキしたの。胸が破裂してしまう、こんなの。かっこいい。おお、グラスワンダーが前に出てきたぞ。でも今の走りなんかちょっと変じゃなかったですか。なんかつまずいたんかな。グラスの横を走っていた子、少しよろめいていたように見えたわ。前のレースでコースが踏み荒らされて状態が悪くなっていたのね。ふんふん。グラスは衝突を避けるためにとっさに前へ出たようだけれど。あ、怪我せんように。残り 200m、先頭はグラスワンダー。大丈夫かな。グラスワンダー、このまま逃げ切れるか。さあ、勝負の行く末は。あ、花さんの2着、残念じゃ。その悔しさすごいわかる。グラスちゃん、お疲れ様。残念でした。もう一踏ん張り足りなかったですね。でもそれなりの結果は残せましたから、
次は一着を取れるように頑張ります。アシ大丈夫かな、ちょっと心配。 うん、一緒に頑張っていこうね。ねえスペちゃんすごい優しい。グラスは惜しかったな。途中のトラブルがなければ実力的には盤石の一着だと思っていたんですがね。ねえぶつかるのを回避するためじゃけどもね。でも瞬発力を感じさせる応対は見事だったわ。ぜひともうちに欲しいわね。あ、グラスワンダー。あれじゃね、もうすでにグラスちゃんモテモテじゃ。あれじゃね、すごい会長とかね、会長みたいにみんなからご指名来とる中でどうやってうちもぎ取れるんじゃろう。どうかしましたか。夜練やるなら付き合いますですよ。エルちゃん、やっぱりお二人は仲良しなんじゃね。いえいえ、今日はレースでしたからゆっくり休むつもりです。では失礼しますね。和光さん、迷子の私を導いてくださいって誘い文句でお願いするとか。かっこ悪い。もう少しなんかもう一押し欲しい。うん。なんじゃろう。ちょっと待ってね、コネクティングで撮るから。なんじゃろう。どうしたらよいじゃろう。ねえ、やとみさんが言うちょる通り。一からになっとるから。かっこ悪いってどストレート。わらわら。おんぶ抱っこされちょるんじゃもん、だって。ヘイストラさん、もう一押し。お腹に満たしてくださいかな。ね、ああ。グラスちゃんの野田店に惚れましたってすごい、もう、全然ダメトレーナーじゃね。胃袋つかまされちょっとダメよ。ね、すごい。でもすごい人気なのわかる。ねえ。あ、それプロポーズじゃね、和光さん。和光さん、もう、私を養ってください。お断りさせてもらいますでしょうか。ねえ、すごい。なんでじゃろう、なんでこだわってしまうんじゃろう。どうして。ねえ、私の指導に不満があるなら、ベテランさんじゃ必ず修正してみせるわ。ねえ、うち今までルドルフ会長とか大輝ちゃんとかね、いろんな馬娘ちゃん育てた実績あるからね、ぜひうちをって言いたいところなんじゃけど、多分あれよね、新人トレーナーさんに戻っちゃるよね。そこまで教えていただけることとても嬉しく思います。ですが、すみません。なんでじゃろう。今は全てのトレーナーさんからのスカウトをお断りさせていただいているんです。え、そう、とても残念だけれど、わかったわ。なして。あら、まあ、なんか見極めちょるんかな、会長みたいに。ヘイストラさん、ムイトレーナーの実績はすごいぞ。でしょうか。ねえ、やとみさん、繊細な子なんや。ねえ、ヘイストラさん、ただ、あれね、うちのみんなのリスナーさんっていう、アドバイザーがおってこそのトレーナー実績なんだけどね、すごい、お恥ずかしい。うち一人じゃとてもじゃないけど、ここまでやってこれんかったもん。やとみさん、すごい繊細な子なんかな。佐野のにゃんこさん、下手なこと言うとなぎなたで切腹迫られますよ。和光さん、どうしよう。現在、DM オペラ王っていうすごい覇王を育てさせていただいた実績があります。ねえ、そう。まず人類の王になっちゃるんだから、王様の言うこと聞
ダメな。あの、どうか勘違いなさらないでくださいね。トレーナーさんに不満があるとか、そういうわけではありませんから。やめて、そんな言い訳したら泣いちゃう、うちも。これはひとえに私の問題なので。あなたの問題？ちょっと実はてっきりあのうちのこともうすでにあのキープしてくれとるもんかと思っちゃったのに、あっちも弾かれる中に入っちゃった。ショック、はい、ではすみませんが失礼いたします。いかんで。ヘイストラさん、王様になったムイちゃんが圧政してたらグラスが打ち入りに来そう。彼女の問題と言っていたけれど、あれじゃね、すごい、あの向きの性格でない、創作物であのやられてしまう、あのダメな王様じゃね、すごいね。あの何者じゃ貴様って言った瞬間にあの首スパーンってやられてしまうか。うん、勝負向きの性格でない。おっとりのんびりした性格だからデビューして他の子たちと競う気があまり起きなかったってことですか。勝ちにこだわる姿勢がないんじゃ。やとみさん、むいちゃー、元気出してや。ショック、振られちゃった。あ、並走トレーニング。ねえ、でも、うち納得いかん。ねえ、勝ちにこだわらん子が、トレーニングするかいね。そもそもトレセン学園に来る？和光さん、一回振られたぐらいで諦めちゃダメだ。ムイちゃんならいける。もう、あの、こっちあの、もう脈がなかったらもう、ちょっともう、あの、どうしよう、身を引いた方が良いのかな。スタミナを鍛えるトレーニング、もうちょっとやっておきたいので。スタミナですか？その辺、グラスはもうかなり鍛えられてると思いますが。あるじゃね、あのうちがの調べちょった、あのノッチン TV 様のところでも言っちゃった、あのスタミナ大事。そんなことはね、あのまだまだ TM オペラ王の時にもね、みんなにあの教えてもらっとったの。あるじゃね、スタミナ大事。あと一歩、スタミナが切れそうになる最後の直線でのあと一歩をしっかりと踏み込めるようにしたいんです。すごい、あのちょっとね、最初のあの選抜レースの時にちょっと足を痛めたんじゃないかね、心配しちゃったんだけど、そう、ヘイストラさんが言っちゃった、あのスタミナ強、あの大事なね、やっぱりスタミナって。何ですか、エル。すっごい大事なんだけど、その分育てづらいって書いてあった。いえいえ、スカウトを受ける気はやっぱりないんですか？エルちゃんはやっぱりお友達だからね、すごい。ぐいって生きよるね。エルったら、その話は何度もしたじゃないですか。そんなに忘れてしまうようなら、おでこにでも書いて差し上げましょうか？受けませんって。おでこに書いたら見れんが。っていうか、なんで私のおでこで主張しようとするんですか。はいはい、とにかくそういうことですから。佐野のにゃんこさん、のっちんさんのところでお勉強ですか。自分もお邪魔してます。あのそう、のっちん TV 様のところで和光さん、いろいろと動画見ちょる。しかない。でもこのグラスかわいい。ねえ、グラスちゃんかわよい。肉は肉はねえ、そうじゃね、おでこは肉しかないね。でも笑っちゃう話ですよね。グラス、あなたトレーナーさんたちの間でなんて言われてるか知ってます？スカウトを受けないのは闘争心が欠けているから。
穏やかで優しい彼女の性格はレース向きでないのだ。ですって。いや、知らないっていうのはすごいことですね。エルちゃん、そういうことは？だってグラス本当は。エル、そんなにおしゃべりする元気があるなら、私ともう少しトレーニングしていきますか？オペラお茶の時に感じたすごい覇気を感じる。そうだ、ストレッチなんてどうです？伸ばしてあげますよ、体ぎゅーっと。あれじゃん、あのね、開脚する時にあの背中グイって押すやつじゃん。あ、私は今度こそ本当に帰りますね。これ以上ここにいるとロメロスペシャルも真っ青のことされそうなので。あれね、もうすでに経験済みなの？サノのにゃんこさん、玉育成中安心沢さん登場。あ、マルロマルノ。ね、玉ちゃん育成良いな。ね、すごい、玉ちゃんね、すごい元気な子じゃから、ストーリーも賑やかで楽しそう。ねえ、やとみさん、ストレッチね。大変。うちもやだ、体硬いもん。さん、長時間座っているので。水を飲むことを忘れないでください。サフラディンさん、センキュー。本当にあの心配してくれてありがとう。湯境は三切りと井の世界とさん、薙刀担いじゃうグラスだからな。怒ると怖いな。ねえ、カイトさんね、まだちょっとあの本性本性っていうんかな、ね、見れとらんけど。もう二度と二度と譲らないように。選抜レースのことで何かやっぱり引っかかることあるのかな。すごい。何が。何を見ちょるんじゃろう、グラスちゃん。もしそのなんかね、それが解決したらトレーナーさん選んでくれるんかな。なんて書いてある、不況不屈の大和なでしこ。あれじゃ、グラスちゃん漢字検定始まりそうな予感がする。不当不屈、山羽根城さん、不当不屈。今の不当不屈？倒れるって書いちゃった？不当不屈。不当不屈？不当不屈って読むんじゃ。ねえ、みんなあの、また、あれじゃね、例のごとく、レッスンにお勉強じゃね。闘争心の欠如を理由にスカウトをすべて断っちゃると思われてた、クラスちゃん。しかし先日のトレーニング中に見かけた彼女は、ほうね、すごい。あの、友達の背骨をへし折ろうとする子に見えたね。ね、本当の彼女に会いに行く。不当不屈の大和なでしこ。あら、こんばんは。こんな時間にどうなさいましたか？ね、あんまり夜に練習、大丈夫かいね？私は、そう、夜空を見ていたらついのんびりしてしまっていけませんね。ヘイストラさん、その時ふとムイちゃんはひらめいた。これは漢字検定が始まると。ね、すごい、あの馬娘やるとすごい漢字がいっぱい読めるようになるよ。みんなお勉強になる。あ、これ馬娘で出ちょった感じじゃんってなる。あら、まあ、そのお話は以前お断りしたかと思うんですね。ね、和光さんにも言われたけん、まずちょっと食い下がる。残念ながら今も気持ちは変わっていません。ごめんなさい。泣いて帰る。もう泣いて、焼け食いじゃ。山羽根城さん、新ゼミや、わら。ねえ、そう、
馬娘で出ちゃったところじゃって。うん。和光さん、三個の霊ってのもある。うん。いやもううちもここまでされて3回目もちょっと。もう選抜レース2着だったのが不満なの？まあ、なぜそう思われたのでしょう。あなたの目に闘志が燃えちゃったから。目？目だけで分かってしまうんですね。大和なでしこたるもの、常に奥ゆかしく、表情は柔らかに、態度は穏やかに、いかなる時も当日。和光さん、なんだかんだグラスはバッチバチにやり合ってたからな。ねえ、オペラ歌の時とかもそうだし、うん、すっごいストイックなイメージ。我、未だ木系足りえず、不甲斐ない自分に対する怒りをも、ぶち消すことなどできません。木系、木系、我、未だ木系足りえず、不甲斐ない自分に対する怒りを。私は自らの意志で走ることを決めました。私が歩み極める道はターフの上であると。頂点に至るまで足を止めず走り続けると。それならば。やとみさん、木系、木系ごっこ。ねえ、モケコッコーのことなの？木彫りの、木彫りのなんかの鶏のあれなの？和光さん、モッケーオッケー。モッケーオッケー。ねえ、モケコッコー、モッケーってなんじゃろう？なのに。妥協した瞬間に、頂点への道はついえるもの。このように中途半端な状態でスカウトを受けるわけにはまいりません。めっちゃ厳しい、めっちゃ厳しい。この子、つまりは私のわがままです。すっごい自分に厳しい。こだわりです。申し訳ございませんが、お引き取りを。ねえ、一着を取った後また声かけに行くけんね。え、またとは。あの、もしかして…うわ、すごい。あの、トレーナーのうつのこの不屈の闘志、うつも見習わんと。何ヶ月も先の選抜レースに、私が出走するのを待って。ねえ、すごい。あの、すごいね。あの、普通じゃったらね、あの、早くトレーナーについてもらってね、すごい、レース出てってところだけど、選抜レースで1位にならんとトレーナーついてもらいたくないっていう、すごいこだわりがすごい。そのなんと申しますか、私それほど扱いやすい馬娘ではありませんよ。大丈夫大丈夫、あのうち実績いっぱいあるもん。あのうつね、オペラオちゃん育てちゃうからすごい大丈夫。あれ以上の子はおらん。大丈夫。譲れない部分は譲りません。一度決めたことは変えません。結果が不満だったからというだけの理由でスカウトを全部断って、再び選抜レースに出ようとさえします。和光さん、ゴルシ。ゴルシさん、そんなにすごいの？いや、オペラ王ちゃんほどじゃないでしょう。オペラ王への信頼感、わらわらしちゃっているんですか。いや、だってもう、おつさんの、あれじゃもう。ヘイストラさん、あれ以上がいるんだよな。で、レースでだって、レースよりも、うちどっちかって言ったの、演劇に寄っちゃったし、あの時の配信。トレーナーさん。ね、すごい。あの、ねえ、あの、2回目 C1 とかのレースはすっごい熱かったんだけど、もううちあの、ストーリーのあの、演劇で引っ張っていかれるのですごいヒーヒーしとったもん。いいんですか？ねえ。
すごい。私が選抜レースで一着を取らない限り担当がつかないことになってしまいますよ。いやでも、ね、ここまでのすごい不動不屈の大和のデシコ魂があるんじゃったらすごい青春杯に勝てるかもしれん。あらあら、まあそんな風に言われてしまうと。トレーナーさんは私を乗せるのがお上手ですね。ね、うちもね、負けられん理由があるの。数ヶ月のうち。上がってきました、クラスマンダー。先頭を悠々と抜き去り、一番手と踊り出ます。離した、離した。和光さん、4連勝決めるだろうし大丈夫だ。ね、末脚、末脚。ね、すごい。多分、これまでの馬娘ちゃんの中で、一番このトレーナーになるまで時間がかかった子じゃね？時系列的にね、すごい。あ、びっくりしました。あ、ね、すごい。4連勝ね、そう。でも問題はあれじゃね、最後の。最後の戦いじゃね。嘘でもめげない、エルめげない。ともあれ、これで心置きなくデビューですね。これでレースが面白くなります。情熱、白熱、燃えてきましたです。すごいね、エルちゃんもすっごい嬉しそう。グラスちゃんおめでとう。同じレースで競える日楽しみにしてるね。あれじゃね、スペちゃんとエルちゃんもじゃからね、先にも出ちょるんよね。はい、こちらこそ。クラスちゃんと一緒に走って追いつかんと。うん、来てくださってありがとうございます、トレーナーさん。ね、一番じゃね。ね、コインかけに来たんね。はい、お待ちしておりました。改めまして、グラスワンダーと申します。ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。ねえ、すごい。うちの方こそよろしくお願いします。この道の果て、頂点までどうかお付き合いくださいませ。不当不屈、不当の党ってこうやって書くのね。姉ちゃんの嫁がおめでたい。ねえ、すごい。ウマ娘やっとると推しの子がどんどん増えてって絞れんくなるんじゃけど。バクシンちゃんも好きだし、スカーレットちゃんも好きだし、ねえ、大輝ちゃんとか会長とか、おぐりとか。和光さん、推しはオペラ王でしょ？うん、オペラ。ヘイストラさん、それが馬娘とてもいい。ねえ、そう。お疲れ様です。ヘイストラさんね、そう。これと決めた目標は確実に大事なことですよね。はい。達成！確認を忘れずにな。サポートカード45回上限回復。上限上げ、解放かいね。リオ境渡りピリオドへの世界とさん、推しはいくらでも増やして良いのですよ。あ、カイトさん、ねえ、そう。推しね、そう。あっちもいっぱい増やしちゃおう。まっすぐ挑まれると、こちらもまっすぐ返したくなるんですよね。うん、ほいじゃほいじゃ。育成始めちゃう。ヘイストラさん。きっと自分の持ってない子たちにもそれぞれのすごいストーリーがあって、いつか育ててみたいって思えるのすごい。ねえ、そう。ヘイストラさんね、ほんとじゃねえ。みんなのね、すごい、ねえ、育てちょってすごい泣けたよとか、ねえ、感想聞いちょるとすごい、うちも早くお迎えしたいなって思っちゃう。ああ、天狗のオペラ王とは、僕のことさ。オペラ王ちゃん、グラスワンダー、はい、参ります。お任せ選択するんじゃけど、レンタル含める。ね、
ちゃんとね、ここも選んだ方が良いって書いちゃった。二重丸。あ、絞り込み。何だったっけ？相性。ヘイストラさん、ソートで相性にするといいよ。あ、ソートで相性にしたらよい？あ、あ、相性ボーナス。あ、ほんとじゃあ。ヘイストラさん、ありがとう。これさ、あ、やっぱりじゃあね、お任せに任せちゃったら、おぐりちゃんじゃったけど、本当は、ね、キタルちゃんの方が良いみたい。鈴鹿ちゃん、なんて書いちゃったかな。因子で中距離適性を A にするのがおすすめ。中距離適性、ヘイストラさん、レンタルもそうとしておくと良いね。うん、相性ボーナスじゃね。あ、この子じゃ、ハタタコンさんのオグリちゃんがすごい。中距離 A で二重丸。こうやってね、すごい選んでいけば良いのね。はい、次ほいでほいでデッキを組むの。和光さん、なるほど、勉強になる。なるべくね、青春杯のシナリオに出てくるキャラクターが入っとるサポートカードを選んだ方が良いって言っちゃった。あ、ねえ、わ、全然、うちもあれだね、みんなの受け入れじゃね、すごい。エイシンフラスちゃんと、スイープトーショーちゃんと、キタルちゃんのこれがすっごい良いんで、あと、つよしともしょうさん、むいちゃおやすみ。あ、つよしさん、おやすみなさい。ね、最近冷えるけ、足元あったかくして寝てね。おやすみなさい。また遊びに来てね、すごい。楽しみに待っちょるよ。あれじゃね、タキヨンちゃんのこのスキルも良いんじゃない？中距離テンポアップ。おすすめで出ちゃったのは、あれじゃ、レアリティじゃなくてレベル。パス上手っていうの持っちゃったら良いんで。ほいじゃから、マンハッタンカフェちゃん。戻る。はい。カフェちゃん、キタルちゃん。ね、ライスシャワーちゃん。ライスシャワーちゃんは何が良かったんだっけ？でもこれすごいね、強いって。
ば大丈夫よね。閉じる。で、ヘイストラさん、ライスシャワーでマエストロ取れるのもいいね。うん、そうそうそう。あ、そうだね、マエストロが取れるんよね。ほいで、あとはリコちゃんかタズナさんか。じゃあ、あれじゃね、タズナさん、タズナさんにする。だってそういえばタズナさん選んじょらん、選んだことないもん。これで、育成開始。はい。さあ、いよいよ始まりました、青春杯。ほい。メインシナリオイベントのみ短縮。この温かな感覚は？ヘイストラさん、頑張れ。うん。ヘイストラさん、ありがとう。バカオさん、ありがとう。頑張る。今日から、ワンダーちゃんとトゥインクルシリーズ挑戦が本格的にスタート。ねえ、早速今後について話そうと思い、開始時間の少し前にワンダーちゃんの教室行ってみると、あらあら？あ、漢字の書き取り。あ、ねえ、不動不屈の塔って倒れるの塔じゃなかった。スペちゃん、グラスワンダーとは同期。北海道出身の馬娘なん？ねえねえ。あ、ウースちゃん、やや含みのある言動する馬娘。カチューの人のパワー。あ、これはムイちゃんも書類書いてる時に言われちゃう。ねえ、そう。ねえ、いけん。いけんが、これ。和光さん、ほとんどの子が北海道出身な気がする。そうなの？わら、山羽根城さん、みんな北海道出身。たわむ、たわむ。あ、たわむってそんな感じなの？それあれね、不当不屈の塔のやつじゃね。ね、カチューの川渦、スペちゃんが書いたのは、あ、渦、渦じゃ、さんずいじゃないんじゃ。虫の絵。なるほど。おお。ね、地域名にかけた方がやっぱりよね。本当。ヘイストラさん、むいちゃん頑張れ。どうすよ。大変。ねえ、ちょっとどうすよ。スマホ使っても良い。ダメな子。ワンダーちゃんと同室なんじゃん。道理でね、すごい仲良いもん。和光さん、スマホ持ち込み禁止です。ダメ。ダメじゃ、ダメじゃった。なあ。で、トレーニング。ね、全然気にしとらん。小テストの結果が悪すぎて補修になってしまって。メイクデビューを控えた大切な時期。あ、すごいね、みんなワン・フォー・オールの精神じゃね。オール・フォー・ワンだね。世界最強。にゃはは。ねえ、すごい。補習で頑張ってもちょっとね、切ないな。え、待っとくよ。黄金世代みんな仲良しですごい。ねえ、すごい。ウンスちゃんとね、鈴鹿ちゃんがもね、鈴鹿ちゃんがおらん。
ねえ、ヘイストラさんすごい仲良しなん、すごいよき。お、ちょっと待って。今すごい。戦国の渦中の渦は水に関係する漢字だから、山水使用するんですよ。おぉ。ね、答えのね、理由とか教えてもらって、ね、すごい紐付けするとしっかり覚えられるよね。ね、すごい、みんなと仲が良い。はい。リスナーさんも言っちょるよ。同じレースで競い合うことも多いライバル。やとみさん、渦とか災いとか見てたら鍋食べたくなった。うん。なんで？なんで？オチは豆乳鍋食べたくなってきた。鍋って言われたら。あったかいお豆腐食べたい。今ね、すごい白菜いっぱい売っちゃって。和光さん、よし、もつ鍋食べよう。もう、もう、もつ鍋、うん。山羽城さん、寒いもんよ。ねえ、寒いもん。みんなね、あったかいお鍋食べようね。お、あ、牡蠣染めするの？え？佐野のにゃんこさん。とりあえずグラコロ食べてます。やとみさん。グラコロ食べちゃるの？あ、ずるい。ずるい。ねえ、湯葉、湯葉。もつ鍋苦手な子も結構いるのよね。あ、もつ鍋？ねえ、ダメな子おるの？ねえ、VTuber の、水戸院長とかのビールと一緒に食べるの、美味しいって言っとった。大転。引かず屈せず進み続けます。己が歩むと定めた道の頂点に至るまで。誓いの書、不退転。お願いいたします。え、うちが持っとくの？え、壁に貼った方が良いのでは？重みは半紙一枚分。しかしながら両手にずしりとくるほどの決意が詰まった。それを大切にしまい込んだ。え、乾かしといた方が良いんじゃないかな。よろしくお願いいたします。まずはメイクデビュー。はい、120ポイント。メイクデビューからまず、あれじゃね、アンハルハイはスタミナ500にしていかないといけんって書いてる。トレーナーさんのおかげですね。ねえ、すごい。シロさん、温泉使って湯豆腐食べて、ねえ、旅館のお布団敷いてゆっくり横になったらすごい気持ちいいだろうね。じゃあ早速じゃね、14。あ、でもこれも上がるが。でもスタミナから上げてくよ。始めましょう。水を知る者は。あ、賢さじゃね。お任せを。深呼吸。温泉行きたい。贅沢言わないので、個室露天風呂と部屋食で、前に川が流れてるところくらいで。準備はできていますから。マコウさん、温泉。個室露天風呂、個室露天風呂？いや、贅沢じゃん。個室露天風呂はすごい贅沢じゃん。待ち遠しく感じてるんですよ。ねえ、そこでお泊りできたらすごい贅沢。ねえ、すごい。部屋食で、景色、ねえ、窓の外、ねえ、縁側のあたりとかすごい、景色綺麗だったらもう言うことないが。あ、たずなさん。
彼はね、こっち参りましょう。スピードとスタミナを優先して育てるように。お疲れ様です。22、トラネコさん、うらやましい。あ、トラネコさん、いらっしゃい。ね、すごい。うらやましい、うらやましい。ね、すごい。おつもね、すごい。あの、温泉行きたいな。ヘイストラさん、タズナさん。トレーナーさん自身の成長も目覚ましく。ねえ、すごい。あの、みんなにいっぱいアドバイスもらっちゃってね、すごい。あれじゃね、すごい。あの、ここまではすごい。みんなのアドバイスと、ウマ娘ちゃんのすごい頑張りが、すごい。なんか、やとみさん、むいちゃん、福島県のいわきに馬の温泉あるらしいよ、温泉。馬の温泉？え、行きたい。いわきに馬の温泉。ねえ、すごい気になる。馬の温泉、ちょっと調べちょく後で。ねえ、すごい。今ね、すごい。運で買っとるところあるから、そう。うちもちょっとね、あの、今回の配信で一皮むけたい。それでは。お、何をひらめいたんじゃろう。迷うだから人間入れないっす、ごめん。え？馬用だから入れんの？え？お馬さん専用の温泉？あ、じゃあさっきの旅館って、あの、旅館みたいなところの。佐野のにゃんこさん、温泉確率いつから上がるんだっけ？ねえ、うちまだ温泉のその券当たったことない。確率上がるの？なんかあの、たまちゃんの発表の時にいろいろなんか、設定変わるって言っちゃったね。今日は何を？あ、3つある。どうしよう。なるべく踏んじょきたい。なるべく踏んじょきたいけど、三つある。スタミナ。始めましょう。お疲れ様です。あ、下月さんじゃあ、公務員。下月はじめさん、公務員、順調ですか？あ、ねえ、今ね、ストーリーモード終わったんじゃけど、あの、ちょうど始めたばっかりなの。あの、今日の配信はね、あの、ちょっとあの、YouTube でいろいろと顔座とかを見て、ちょっとメモ取ってきてね、それちょっと、参考にしながらやってる。のバスで着く確率も下がるらしいですね。あ、シロさんね、それ、うちも気になっちゃった。ねえ、あの、なるべく下がるって言っちゃったけど、大丈夫かな大丈夫かな、もし、あの、最初のね、あの時と、最初の頃とか、ちょうど育成のタイミングで来れた。やった。うん、これからメイクデビューじゃね。心地のいい陽気ですね。和光さん、ね、まだ育成3ターン目だもんね。うん、まだ始まったばっかりじゃね。これはスタミナじゃね。これはスタミナ。4人おるもん。頑張りますね。はい。グラスちゃんに先んじて。訪れてると、怪物2世って？マルゼンスキーの、あれじゃね？お姉さんじゃ。バッチグーね。やるわよ。ヘイストラさん、今の確率でいい気がするんだけどな。バスで弱くなったおかげでもっと怖いこと起きるようになりそうで怖い。ねえ、あの、なんだろう。うちそういう中で。マルゼンスキーは可愛いぞ。そういう不安定な要素もやっぱりだって、
保健室とかあるし、そういうのリカバリーするのもね、トレーナーさんの腕の見せ所なんかなって思うこともあるんだけど、でもやっぱりかかっちゃうところ見るとやっぱりテンション下がっちゃうし、難しいところね、さじ加減ねえ。もっと怖いこと、え、ねえ、怒っちゃうかな、大丈夫かな。でもすごい、これですごいね、あの、いろいろと、あの、遊びやすくなったら良いんだけどね。え、マルデンスキーちゃん、かわいいね。あの、ストーリーモードで、あの、ストーリー、育成でね、すごい、戦うことすごい多い。ネット記事なので、幾度もその名を見た彼女の走りをやはり、圧倒的な一言に尽きる。気持ちいいって。客室は便宜上逃げとされているが、彼女自身に逃げている自覚はおそらくない。ねえ、バッチグーじゃって、バッチグー。バッチグー、うち久しぶりに聞いたかもしれん。序盤から終盤まで誰も彼女の先を行けない。彼女が早すぎるだけなのだ。かっ飛ばすわよ。おお。下月はじめさん、だがそれがいい。なるほど。ねえ、下月さんね、あの、すごい、みんな個性的じゃね？怪物。そうじゃって、なんか、あの、誰かの育成の時に、そう、怪物って言われとった気がする。和光さん、馬娘のおかげで、マルゼンスキーのレース動画が上がる時代になった。わら。あ、そうなの？馬娘のおかげで？マルゼンスキーちゃんとかすごい、あの、ね、怪物って言われとるからね、いっぱい上がってそうなイメージだけど。で、これであの、すごいあの、ね、あの、ね、今まであの、あの、みんなが知らんかったようなあの、ね、大間さんがすごい有名になったら嬉しいね。シュクシュクと研鑽いたしましょう。ね、すごい。越える山が大きいほどすごい燃えるやつじゃね？登り詰めるための手伝いを精一杯やろうと改めて決意して、その日もトレーニングを行った。そんなある日のこと。模擬レース。もしかして。和光さん、さすが1974年生まれのマルゼンスキーおばあちゃんだからな。なかなかねえ。そういうことなんね、そういうことなんね。それは確かに、昔じゃもんね。佐野のにゃんこさん、8戦8勝る負けなしで引退ですね。すごい、負けなし引退。あ、それでさっきのあの、昭和集がすごいじゃないけど、あ、なんかすごい合点がいったかもしれん。あれだね、すごい大先輩なんじゃ、マルゼンスキーちゃんって。あの、ヘイストラさん、マル姉は強すぎた。強すぎた。強すぎたって形容されるのすごい。本当に怪物なんだね。山花城さん、音声だけ聞いたら1974年になって頭バグった。わら。あるじゃね、未来の馬娘じゃね。ね、すごい、みんなもすごいあの、大興奮しとるよ。会長じゃん。あ、なんじゃろ、今、なんて、え、新進気鋭の馬娘たちの模擬レース。お楽しみいただけたようで、これなんて読むんだろう、後期の至り？
ちょっと待って。悪趣味な風さん、ジュリアナ東京のお立ち台でファー付きセンスでダンス。山羽根城さん、後人。後人の、後人ね、人代の人ね。後人の至り。ある物事が最高の状態に達していること、極み。初代漢字テストの先生が。本当じゃね、初代漢字テストの。本当じゃね。漢字テストの先生、四字熟語の先生じゃね。ね、いい絵がたくさん撮れました。特に最後のあの子。この世代に注目株が多いとお考えに、うん、悪趣味な風さん、あるじゃね、ストー、なんだったっけ、イベントの、あるよね、すごい。すごい、なんかバブリーなファッションっていうかな。まあ、ね、世代じゃないからちょっとわからんのじゃけど、すごい。ねえ、すごい。ハイカラなおしゃれしとった。ヘルちゃん、世界最強の名を、勇気堂々と掲げ、見合う実力を求め続ける姿を。ねえ。すごい、開幕いっぱいダンスしとったやつよね。絶対違う。もが。ねえ、なんて呼ぶんじゃろう。勝利をつかむ、神話の奇術師。スペシャルウィーク。末安市には、すごいね、みんな。会長みんなのことちゃんと知っちょるし。ねえ、説明の仕方もすごい。山羽根城さん、ラッツは、辛辣のラッツ？辛辣のラッツ。むいちゃ頑張れ。なんで、たまちゃんアップグレードするときに、振り仮名振ってくれんかったの？佐野のにゃんこさん。ジュリ扇振ってたな、夏のイベントで。うん。ねえ、水着のイベントよね。にゃんこさん。朝日杯 FS と同じ芝 1600m ですって、1分34秒の好タイム。すごいね。マルテンスキーちゃんと同じレコードタイム。怪物2世。お疲れ様。やとみさん、むいちゃー。俺も読めんからなかんでー。やとみさん。私悔しいよ、悔しい。漢字検定でも頑張りたい。せっかく必勝の鉢巻き巻いちょるに。これでヘナヘナじゃったらのひらがなに書き直さんといけんもん。感謝いたします。怪物2世。やとみさん、へなへな、スーパーカーに見せられた馬娘ファンの一人でした。ねえ、うちなんだかんだやっぱり負けず嫌いじゃからね、やっぱ会場にも負けたくないもん。上昇無敗、上昇無敗。一人旅と欲にふさわしいレースは他の馬娘に大いなる威風を抱かせ。おお。出走登録に名前があるだけで？
参加者が少なすぎてレース自体が、そんなに、ちょっと待って、さっきの山羽城さん、オペラ王かな、ね、さっきのコメントで8勝負けなしって書いてあったけど、もしかしたら、じゃあ、じゃあもしかしたら8勝以上もっと勝っちゃったかもしれんってこと。あ、なるほどね、それが強すぎるっていう理由ね。ねえ、どのレースも12位以下で行われた事実はまさに伝説と呼ぶにふさわしい。和光さん、あまりに強い馬に負けると、その後負けた馬が走る気なくしちゃうことがあるらしい。あれね、大馬さんもやっぱりうちらと一緒なんだね。やっぱりあのねえ、そう、強い馬に負けると走る気なくしちゃう。すごい、それはちょっとね、トレーナーとしてもすごい、ぶつけるのすごい抵抗あるよね、うん、なんじゃろう、鼻差とかでね、あれじゃったらすごいね、負けてたまるかとかね、追いついてみせるみたいになるけど、強すぎてしまったらちょっとね、あれね、あのへなへなってなっちゃう。まるで塩素系級。なるほど。あの、いえ、どうなるんじゃろうね、グラスちゃん。模擬レースの後にまだトレーニングするの？そうだな。不退転の意志を掲げ、頂点へと歩む彼女であるがゆえに抱いている期待。あれ、書き初めのことバレとる？会長どこから見ちょったの？怪物2世。二世とは頂点の名ではない。でもルパン三世なんか有名じゃよ。さて、今日もよろしくお願い。青春爆発、手綱さんがおるけんパワーじゃね。はい、山羽城さん、そこでルパン三世、わら。ねえ、ルパン三世は三世じゃけど、すごい有名な怪盗さんよ。参りましょう。青春特訓、総合力アップ。お野菜食べようね。あの、この寒い時期はほんとお野菜が美味しいが、ほんとに。あの、白菜とか大根とかすっごい美味しい。スイプトーショーちゃんもね、大根食べよう。疲れているみたいです。ね、ヘイストラさん、有名は最強ではない。いただきしか見ていない強い石ってことだね。悪趣味な壁さん、ネタバレ、棒読み。するとクラシックからのレースは敵が3キャラほどやたら強いので頑張って。悪趣味な風さん、それ本当に？どうぞ。ちょっと待って、あの、うち、クラシック参加、サツキ賞、日本ダービー、菊花賞よね。3キャラほど。疲れているみたいです。白菜と豚肉のミルフィーユ鍋。いけますか？美味しそう。体力がそろそろピンチかも。でもこっち青春ゲージが溜まる。お任せを。悪趣味な風さん、実際に対戦するとわかります。本当に？ちょっと待って、悪趣味な風さん、ベテラントレーナーさんがうってなる。確かに的にこの世代のクラシック三冠はめちゃ強そうね、わら。そんなにすごいの、サツキと日本ダービーと菊花賞って。
どうしたの？観戦の予定でしたが、予定を変更しても構わないでしょうか？ヘイストラさん、ムイちゃんなら、きっと頑張れ。いけるんかな？頑張る。ちょっとあれじゃね、うち的にはちょっとオーバーワークにならんか心配だよ。ちょっとねえ、すごい真剣なのすごい嬉しいんだけど。和光さん、正確にはグラスが引退するまでの世代はかなり強かった。ウマ娘ではわからないけど、いけるいける。そうなんだ、グラスさんの世代めちゃめちゃ強かったね。ヘイストラさん、ありがとう。頑張るよ、頑張る。ヘイストラさん、ちなみにスタミナを舐めると死ぬ。舐めない。うち、うち今日、うちね、今日の育成はスタミナベロベロ舐める。グラスだとティアラさん、ベロベロ舐めるんじゃなくて、舐めない。ね、スタミナ重点的にやる。ねえ、ティアラさんか。あれよね、ヒンマさんか、オーカショーとオークスと、中華ショーね。なんじゃろ、中途半端じゃなくても、ねえ、うち今回はガッツリスタミナ行くよ。もちろんね、すごいボーナスもあったらすごいそっち優先で行くけど、書いてあったのは、500を目安に確保していこうって書いてあったね。明日のトレーニング増やそう。うん。これでもう一回、練習できそう。トレセン学園100人一首クイーン決定戦。よーし、すごい、100人一首やっちゃるね。うちちょっとやるんじゃったらカルタの方がすごいわかりやすいかな。お手つき、あれだね、すごいちはやふるじゃん。トレーナーさん、学年対抗の100人一首の大会。はい。グラスちゃんね、すごい。だってね、すごい。和光さん、めっちゃ得意そう。無意に当たる。落ち棒。犬も歩けば無意に当たる。落ち棒じゃあねえ、すごい。スペちゃんもねえ、うちエルちゃんと同じじゃねえ、このすごい呪文みたいな。ねえ、100人一首、坊主めくりしよう。坊主めくり、呪文じゃありませんよ。ねえ、今じゃったらわかるかな。君がため春の野にいでて若夏む我が衣でに雪は降りつつ、この歌は愛する人のため若草を摘んだ時の冬と春との境目の景色が読まれちょる。風流ですね。風流なんじゃ。季節の盛りではなく境目を歌にする視点がとても素敵で、うん、わびさびじゃ。鉄屋ねるさん、坊主めくりって何？あんね、100人一首の束を、絵札の方を、だけ集めて山札にして、みんなで順番にめくっていくの。で、いろんなね、歌を読んでる人の絵が書いてあるんだけど、どんどんみんなね、めくったのを手札じゃないけど、持ちカードにしていくんじゃけど、ツルピカのハゲ、坊主のキャラクターが出てきたら、なんかその手札を全部捨てんといけんくて、最終的に、持っちょる手札が一番多い人が勝ち。和光さん、は、わらわら。うち、
うちの方でのルールじゃと。なんでもない、なんでもない。山田さん、容赦なくて草。なんでもない、なんでもない。そヘイストラさん、急に毛の話になった。ちょっと待って、みんな。今の話は聞かんかったことがしちゃって。ねえ、ねるちゃんもね、なんかボツにあったらね、ちょっと。ねえ、あるじゃね、坊主びっくりみんなでできんかな。ルール簡単じゃから、すごい楽しいんよ。ボツの時にセミ丸が大人気じゃった。ね、すごい。歌の印象があれば覚えやすい。坊主めくり楽しいよね。よくやったな。ね、すごい楽しいよね。あれはすごい。百人衆にすごい親近感持ちやすくなるよ。すごい。よーし。うちもあれじゃね、すごい。ノートの隅っこに徹夜ねるさん、とりあえず手札、もう、押してるんですね。うん。だいたいそんな感じかも。ねえ、うん。あれだね、なんか歴史の勉強とかしとるときに偉人さんの名前ね、似顔絵描いたりとかして、絵を描いて関連付けて覚えたりとかしちゃったうち。うん、人数は多い方が楽しいし、うん。あ、ねえ、読みてやるから、そう、グラスちゃんがね。山羽根城さん、知るも知らぬも大阪の関だったような。和光さん、そんな盛り上がる時あるよね。山羽根城さん、なるほどな。うん。グラスさんの本気。百人一首が再び始まったのだが。あ、あれじゃね、すごい。ちはやふるが始まっとる。あれね、なんかテレビの特番で見たんだけど、百人一首のすごい上手な人。圧勝しかない。すごい上手い人ジーンズ履いちゃったんだけど、すごいパーンで取るときにすごい足をするから、ジーンズがボロボロになっちゃった。この程度の疲労、ね、グラスちゃんだったら本当に早いんじゃろうね。なんか最初の一言一文字ね、読むだけでスパーンって取りそう。スタミナ、スタミナ、大輝ちゃん、大輝ちゃんかな、大輝ちゃん。タズナさんも踏んじょきたいな、どっちが良いじゃろう。こっち参りましょう。あ、体力が。やっちゃう。ヘイストラさん、グラス相手にカード取りに手を出したら手ごと持ってかれそう。え、なぎなと使ってくるの？それ反則じゃねえ。ずるいよ。あ、すごい。遠心フラッツさんのスキル。スタミナ。ちょっとでもこれ、二人分だから、タズナさんもおるし、これじゃね。始めましょう。ヤマハネシロさん、一文字で取れるのは七首と言われてますな。一文字で取れるのは七首。あ、一文字で聞いただけで判別できる。ヘイストラさん、ナイス 4%。 ねえ、ちょっとギリギリ攻めても良いのかな、今回。青春杯勝つタイモン。
無理はしちゃダメだけどね。どうしよう。お？休日研究のためレース場まで観戦をしに行くと。させますさせます、もっと踏み込んで恐れず。ほうほうほう、カズナさんも来とるんじゃ。ヘイストラさん、だ、カズナさん。え、全然そんなことないよ。応援、撃つ、撃つ、もっと、撃つ、もっとなんかもう、もう、悶絶しながら応援しとるもん。第4コーナーともなると、つい、ね、うちも半分過ぎたところからすごいもう熱入っちゃう。ね、タズナさん来たよ、タズナさん。勝負が大きく動くタイミングですし、ウマ娘たちの表情も、ね、すっごい変わる。ああ、わかる。今ならすっごいわかる。さずなさんまだまだ話足りなそうに見えるか。あ、ね、お話もっと聞きたい。ねえ、和光さん、ゴール板前で競馬見せてあげたいの。あ、和光さん、ね、すごい。うち本当にこの馬娘始めてからね、生の競馬のレースの動画とかも見るようになってからに、ねえ。あの、にゃんこさん、タズナさん早いですね。ありがとうございます。あ、にゃんこさん、あ、タズナさんのタイミング早いのかな。で、確かにあれだね、リコちゃんの時にもすごい、ちょっと中盤ぐらいだったかな、このイベント。あれよね、これ多分理事長代理のイベントと同じ感じよね。キリウィンさんとかと。めちゃめちゃ早いよ。早いの？前々から目をつけちょっとお店がこの近くにあって。ね、すごい。うちさずなさんのおる、トレーニングのところすごい見逃さんかったもん。早速先ほどのレースのお話。うんうん。ねえ、すごい。最近ちょっとあれだね、オペラ王ちゃんの、ファイナルの決勝戦の時のね、お家芸すごかったな、本当に。山羽城さん、タズナさん。ねえ、城さん、タズナさん。あれね、理事長のね、横におって、ガチャとかではよく見とるけど、こうしてすごいプライベートでお話しするの実は初めてなんかもしれん。ただのにゃんこさん、むいさんがタズナさんをストーカーしてた。うん、ストーカーしちゃった、正直言うと。うん。ねえ、すごい、練習場すごいチェックしてね、タズナさんがおるところね、見ちゃった。ね、ダービー、G1 はどれも尊ばれるべき素晴らしいレースばかり。日本ダービーには個人的にも少し思い入れが、タズナさんにもやっぱりなんかドラマがあるんね。毎年欠かさず観戦してるんですよ。ね、夜になっちゃった。お、やったね、大人の時間じゃね。ね、はしごじゃん。ね、うちんところには寮長先生おらんもん。朝帰りね。申し訳ございません。ヘイストラさん、タズナさんと朝帰り。ねえ、すごい。すごいお話とかしちゃったりとかね。みんなでカラオケとかに行くとね、本当に朝帰りになっちゃう。
みんなもすごい、ない？なんかすごい、知り合ってからにすごい馬があって、夢中でね、お話ししちゃったりとか、遊んじゃったりとかしちゃったら、ね、気がついたらすごい夜が明けちゃるってことあったよ、うち。てつやねるさん、お姉ちゃんひわい、わら。そんなことないよ。ねえ、みんなもするか、朝帰り。本当じゃねえ、ねえ、すごい。ヘイストラさん、ムイちゃんと二人きり何も起こらないはずがなく。てつやねるさん、馬が合う馬娘だけに。ねえ、そう。馬が合うだけに、うん。いや、多分きっとあれだよ。タツナさんとカラオケとかしとると思う。ねえ、馬ピュー歌っちゃったりとかするんじゃないかな。お互いに首を噛み殺しながら学園まで。もしかしてこのままお仕事？ヤトミさん、ネルチー。クアダブルセドアフトギーフジコルプ。ヤトミさん、ねえ。ね、これぐらいのハメ外しね。和光さん、大丈夫だよ。から、いつもいいっしょ。てつやねるさん、軽い返事ありがとう。ねえ、すごい。グラッシュの成長につながるの、これ。絶好調。ヘイストラさん、どんなアイディアが思いついたんだろう。ね、どんなアイディアなんだろう。トレーナーさんのグラッシュさんにちょっと、あれね、カイカイさん、ムーハムイムイのムー。あー、カイカイさんじゃ、ムーハムイムイのムー。今ね、メイクデビュー目指して頑張っちゃうよ。レンちゃんのツッコミが秀逸でいいね、わら。あー、すごい。なにこれ。ね、ネズちゃん、ツッコミありがとう。これすごい。これ一択、これ一択。すごい、三つ方のゲージ溜まる。ヘイストラさん、めっちゃすごい。ね、すごい。五人も集まっちょるよ。頑張りますね。はい。見るのも学習のうちね。和光さん、やる気がみなぎってきてる。ねえ、すごいみなぎっちょる。疲れているみたいです。これはあれじゃね、賢さいける。賢さ 12% じゃもんね。 10% 10%。 大輝ちゃん、こっち。お任せは。あれじゃもうメイクデビューね、ちょっと、正直に謝った方が良いよ。一匹狼。目標に向けての調整もバッチ。チカさん、コンムイ。チカさん、コンムイ。これからね、メイクデビュー始まるんよ。そうなんよ、和光さん。10% なら 90% 平気だからって選ぶと、失敗したりする不思議。ヘイストラさん、まだジュニア。私よりすごい育成できてる気がする。あ、本当に？本当にヘイストラさん。ねえ、すごい。すやしい、すやしい。いよ境渡りピリオドへの世界とさん、いよいよメイクデビュー。山羽根城さん、ほんとそれダブル和光さん。なんでじゃろうね、なんでじゃろう。ねえ、10% で大丈夫じゃろうって思ったらねえ、URA ファイナルズの練習中にね、やるかしちゃったことあったからすごい、怖いの。すやしい。レースが始まりますよ。グラスちゃんは
とクラスちゃんはいけませんね。作戦はそわそわしちゃいます。さ、刺しか逃げがおすすめ。刺しが良いって、ちょっと刺しが、刺しの方がスキルが発動しやすい。あ、黄色い体操服かわよい。もう靴ひもはちゃんと結べちょるじゃろうか。いや多分ね、グラスちゃんね、しっかりしとるけん大丈夫だと思う。エカさん、メイクデビューで一瞬初めてのお化粧かって思ったなんて言えない。あ、うちもね、でも最初ね、このウマ娘触っちょるときそんな思った。ヤトミさん、メイクデビュー頑張れー。うん。てつやねるさん、40% でも私は選択数ある。え、ねるちゃんすごい勝負すじゃん、ギャンブラーじゃん。ねえ、結局はだって当たるか外れるかじゃもんね。 50% じゃん。頑張りますね。佐野のにゃんこさん、メイクデビューは前の方が事故少ない。前の方が事故少ない。ここは負けられない一番人気、5番グラスワンダー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。なるほどね。ああ、じゃったら先行の方が良いかもしれんね。先行にしようかいね。すごいね、作戦逃げって言っとるけど、これクラスちゃんいいじゃよね。いい、ちょ、刺しか逃げがおすすめ。ヘイストラさん、実は1回目のデビュー戦はパワーが育ちきってないので押しのけれないから、逃げか先行の方が事故は少ないのよね。うんうん、ああ、なるほどね。あ、じゃあ逃げでお願い。スタミナでも結構スタミナ頑張ったよ。てつやねるさん、お姉ちゃんはデバフキャラっているの？あ、うちね、もっちょらん、デバフキャラもっちょらんよ。うん、怖いなぁ。A がやっぱり安静する。うん、育児なしでごめん。やっぱり佐野のにゃんこさん、メイクデビューなら G でも勝てる、不思議。でもね、オペラおちゃんでね、すごいあったけんさ、すごい心配なの。真ん中じゃね、真ん中。それではいざいざ中山芝 1800m。 曇り空の下、中山レース場芝1800、メイクデビュー9人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えた6番、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、4番、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、うん、本日の1番人気グラスワンダー、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。あ、手遅れちゃった。スタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは8番2番1番、期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。クラスちゃん頑張れ。ヘイストラさん、実は作戦は頭の良さに関係するだけで、頭空っぽで逃げさせるって感じなの。あ、そうなの？ヘイストラさん、じゃあ A とか G とかっていうのは、この位置ならきっと大丈夫さ。大丈夫かね。位置取りは塞がれんようにはなっとるとは思うんだけど、大丈夫かな。メイクデビューで何かあったら、
気が気じゃないよ。半分過ぎたよ、半分過ぎたよ。かかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、うん、あ、じゃあ逃げ、じゃあ次はあれじゃね、3時間逃げの2択で頑張る。最後の直線へとかけていきます。うん、来たね来たね来たね。うん、大丈夫だね。大丈夫かな。うん、わわわわわ、トラさん、固有出た。頑張れ。足りませんでしたか。恐れちゃったことが。和光さん、あ。ああ。ヘイトラさん、惜しい。ヤトミさん、ああ。鉄屋ネルさん、あ。ヤトミさん、い。どうしよう、なぎなたで切られちゃうかな。はあ。チカさん、あーあー、みんな応援してくれたのにごめん。大丈夫。やりました。うん。和光さん、まだ慌てる時間じゃない。ねえ、逃げしょ逃げ。ヘイストラさん、まだデビュー戦だしね。いけるいける。うん、なあ、どうしよう。あの、あ、カイトさんありがとう。うん、リオ境渡りピリオドへの世界とさん、惜しかった。でもまだ取り戻せる。うん、頑張る。だうち、この後あの、なぎなたで、お腹をぶすりといかんだろうか。はい。トレーナーさん、あ、すごいね、すごい。あの、人目があるけん、すごい。抑えちゃるんだね。すごいね、大人じゃん。あ、出たいレース。え、心に決めたレース。朝日杯フューチュリティステークス。ジュニア級王者を決めるものとして名高いそのレースは、確かに彼女の実力にはふさわしい。え、あ、マルゼンスキーさん、もう、はい、間に合うんかな。ねえ、グラスちゃんはあえて朝日杯に挑む理由は何じゃろう。さあ、トレーナーさん。ねえ、すごい。うん、次の話をしてくれるのすごい嬉しいんじゃけど、うち今のストーリーモードのグラスちゃんと一緒ですごい悔しいんじゃけど。あら、ヤトミさん、ちょっと今日ネット調子良くないんでお先です。あ、ヤトミさん、お疲れ様。うん。ね、残念じゃね、すごい。また遊びに来てね、待っちょるよ。ね、二世として見られちゃう。だからこそ、逃げるつもりない？
やかりさん、また遊びに来るけん、おいじゃねえ。ありがとう、バイバイ。必ず。クラスちゃん。で、実力見せちゃろう。確かにストーリー見ると負けたのは自分のせいってもっと練習に打ち込みそう。ああ、本当だね、すごい。頑張りますね。朝日杯フューチュリーステークスで5着以内。準備はできていますかな、うん、あ、青春爆発。頑張りますね。ホークアイ。あ、おとなしさんじゃ。ヘイストラさん、ナイス爆発。うん、ナイス爆発。あれじゃね、一匹狼。疲れているとにもかくにもじゃね。いや、まずは和光さん、とりあえずどっかで未勝利勝たないとだし、うん、そう、良い時に出たいよね。このタイミングかな、このタイミングで出る。晴れちょる。うん、ええ、で、3匹のメイクデビュー、これは勝ったな。うん、追い上げの力は勝っちゃったもん、追い上げは。頑張りますね。うん、ここは負けられない。1番人気、ねえ、5番グラスワンダー、9番人気、6番他は大丈夫、3番人気です。3番、負けちょれもん。5番人気です。注目の1番人気、はい、5番。シュンソン、ジュニア級未勝利戦、福島芝1800m。 勝たんといけん。美しい青空が広がる福島レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。3番人気には8番、2番人気を紹介しましょう。1番、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて。和光さん、1800m 波、距離的にも良さそう。うん、ゲートイン完了、出走の準備が整いました。ね、これは勝ちたい。一匹狼。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは9番、4番、8番、1番、ペースが速い。期待通りの結果を出せるか。頑張れ。グラスワンダー、9番、会長に飛ばしていきます。先頭を行ったのは9番、続いては4番。いよ境渡りピリオドへの世界とさん、勝てますよ、信じましょう。うん、うん、いつもグラスさんを信じる。カイトさん、ありがとう。ちょっとこれは差しで勝ちたい。差しじゃないと先行で勝ちたい。頑張れ。うん、これは正解でしょうか。4番、彼女の客室には合っていますね。2コーナー回って向こう上面、現在1番手は4番、続きました9番、3番手、2番、4番手にグラスワンダー、8番、5番、これはちょっと頑張れ頑張れ、うん、頑張れ頑張れ。半分過ぎたよ、半分過ぎた。ようと先頭行きます。4番、どうでしょうか展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ、荒れる福島、ここからどうなるか。先頭は来たよ来たよ来たよ。9番、外から行くグラスワンダー、うん、頑張れ。内から来るか外から来るか、うん、最後の局面です。栄光まで400、グラスワンダー、来ちょる来ちょる来ちょる。勝負は最後の直線に持ち越された。グラスワンダー、和光さん、これは圧勝パターン。うん、これは強い。残り200、食い下がれ。頑張れグラスちゃん、頑張れ。うん、ヘイストラさん、行った行ったね、行った。ヘイストラさん行ったよ。次のレースが今から
ちかさん、ちかさんありがとう、行ったよ。ヘイストラさん、ナイス。ねえ、ナイス、ありがとう。やりました。あ、ガイドさん、パチパチありがとう。世界渡りピリオドへの世界とさん、和光さん、パチパチパチ。和光さんもパチパチありがとう。ナイス。下月はじめさん、パチパチパチ。あ、下月さんもありがとう。ね、ナイス、ありがとうね。ライブ。てつやねるさん、7777万7777。ねるちゃん、あざパチパチなんかな。77、ありがとう。ヘイストラさん、かわいい。ねえ、すごいかわよい。後ろにアニメ流れとる。ねえ、あのグラスちゃんのあの勝負服すっごいあのかわよい。ヘイストラさん、気づいたらいつの間にか勝負服に着替えてたのね。ねえ、そう、着替えちゃったね。ねえ、まずは一緒じゃね。ヘイストラさん、パチパチパチ。あ、ヘイストラさん、ありがとうね。すごいね。グラスちゃん、お歌とっても上手。はい。ねえ、和光さん、すごいよかったね。ねえ、すごい。これでよくって、あとね、ホープフルステークスに出れたら出てねって書いてあった。ね、これからもビシバシ行くよ。勝ってカブトの王を締めよう。ねえ、チカさん、ありがとう。ねえ、すごい。ウマ娘のライブシーンすごいね、本当に。あ、体力めっちゃ減っちゃった。イクノディクタスとバンブーメモリーが話しとるのを見かけた。探偵ユウ。火山が荒らされちゃった。え、一大事じゃね。まずいっす。あ、でもうち心当たりある、あの、ウィンディちゃん。受けたまわりました。いや、でもウィンディちゃんは、犯人を探すために穴を掘っとった気も。ねえ。よし。あれと繋がっちゃるのかな。ウェイ。名探偵、イクノちゃん。犯人見つけました。大宅ヘリオスちゃん、あれじゃね、当選冗談じゃんみたいな雰囲気じゃね。はい。いえ。ヘイストラさん、大宅ヘリオスかわいい。ねえ、すごいかわよい。おしゃれ。 あれじゃね、ヘリオスちゃん、あれ、あのお耳カバーつけとる。
またゴルス、またってどういうこと？またって、ゴルスちゃんそんな悪いことしとるの？まったく、もう捕まっちょるの？和光さん、ゴルシ、なんじゃろう、うちもあんまりゴルスちゃんのこと知らんけど、ティストラさん、ゴルシね、あんまり詳しいことは知らんけど、ゴルスちゃんそんな悪いことせんと思うんじゃけどね、あ、ちょっと、なんとねえ、靴底でなんかわからんかな。なるほど、足跡の深さ、大きさから見て大柄な方ではありません。蹄鉄の跡、ええ、使用者の個性が宿る、あれね、踏み込みとかの、あと地面のえぐれ方とかでわかるんかな。和光さん、実際に担当した厩務員さん曰く、馬娘のゴルシはおとなしいらしい。おかしくないそれ、和光さん、それおかしくない？なんで、なんで脚色が入っとる、あのゲームよ、ゲームの方がおとなしい。逆よねそれ。うん、ゴルスちゃんそんなにすごいの？はい、犯人に関する情報を得られるということです。そうですね、蹄鉄全部の摩耗が激しいため、夕境渡りピリオドイの世界とさん、実際のゴルシの写真とか見たらねえ、わら、ゴルシちゃんってなんかの白い、あの白いお馬さんでしょ、あの白馬のお馬さんじゃないけど、ヘイストラさん、うん、オーブラートに包めて偉いサイゲさん、嘘、そんなにすごいの？え、だってゴールドシップってお名前よ、だってゴールドシップってみんなゴルシゴルシって言ってるけど、ゴールドシップってすごいかっこいいお名前なのにねえ、そんな、なん、ちょっと後で写真見てみる、ちょっと。鉄屋ねるさん、じゃじゃ馬だよ。ね、ゴルシじゃないよね。でも、じゃじゃ馬でも、ね、花壇をどうこうするタイプじゃないよね。なるほど。犯人。もしかして。悪趣味な風さん、現実派200万円でゴルシにドロップキックしてもらえる権利が買えるらしいよ、言い方やだお金払って蹴られるなんてやだ、ゴルシに電通を抱くと死ぬ、和光さん、写真もそうだけど、そこがね、そんなに、そんなになの、ね、だってオペラちゃんとかはだってね、ウマ娘ならではの脚色ってイメージだしね、え、あのキャラが濃い、そのね、マルテンス記念さんとかもそうじゃけど、みんなのその時代背景とか設定とかを盛り込んで、その性格になってるのかなっていう。こんばんは、宇宙の帝王フリートですよ、いらっしゃい。今ね、あれなんよ、メイクデビューね、勝ったところを、ピリオドイの世界とさん、ワイワイ、それそんなキックドロップキック、あ、なんかゴルスちゃんで遊ぶの怖くなってきたオペラオちゃん以上なのがちょっと気になるよね、本当に。お任せください。うん、よっしゃね、すごいね、肩ね、元通りにすれば大丈夫じゃね、あれじゃね、すごい、あの昔のなんじゃったっけ、あのレトロゲームみたいな感じじゃね、あの助手が犯人でしたね、みたいな、行かせるところあった、今の蹄鉄となんかの観察かな。ヘイストラさん、ゴルシをぜひいつかやってもらって、現実忠実再現歌唱だからね、すごい、あのどうぞお気になさらず、他の子も育ててゴルシちゃんもやりたい、ゴールドシップもそのお父さんのステイゴールドトリー、馬券的に合わない人はとことん相性悪い馬だからな、めちゃ強いのに、わら、でも行けますから、どう、タズナさんかな、タズナさんで行っちゃおう、そのお父さんのステイゴールド、
ステインゴールド、みんなあれね、すごい、あのゴールドのお名前持っちゃるね。馬券的に合わない人はとことん相性悪い。でもめっちゃ強いね、やっぱりゴールドじゃもん。体力回復できるかな。ちょっと待って、レース、サウジアラビアロイヤルカップ、あ、朝日フューチャリンステークス、出走条件は達成しとるから、なるべく G1 のレースに出ましょうって書いてあるよ。今のところはなさそうじゃから、練習でいけそう。カズナさん、これで足りんかったらのお休みしちゃおう。ちょっと待ってね、コネクティングで取る。はい、え、牛乳時々リンゴ、タツナさんとデートできるんじゃ、リコちゃんと一緒じゃ。申し訳ございません。あ、キャンセル。ヘイストラさん、ジュニアは12月前半、朝日、後半のホープフルって、あ、うん。ね、12月がすごい大事だよね。コネクト問題は、あ、バクマさんありがとね、すごい。ごめんね、ちょっと待たせちゃって。うん。ね、終わるまで待っちょくよ。ありがとうございます。早川たずなさんで会っとったよね、お名前。ねえ、すごい、あのたまちゃんのアップデートをしてこのコネクティングも減ってくれるとすごいありがたいんだけど。え、たずなさんもお腹空いとる？ねえ、お鍋食べに行こう。ねえ、あ、ヘイストラさん、あっちゃる？あ、ラーメン食べちょる。ねえ、あんなみんなとご飯のお話ししたけ、すごい。鍋食べたい。餃子、餃子。あの、羽が大きい、あのパリパリの餃子食べたい。ヘイストラさん、ムイちゃんの配信はお腹減るから楽しい。うん、こっちもね、すごいみんなと配信できてすっごい楽しいの。この前ね、はじめさん、おでんもいいよね。あ、おでんも食べたい。おでんと餃子とお鍋食べたい。この前ね、あのうちのお友達のカルトちゃん、KRT カルトちゃんがね、あの餃子にはね、あの塩コショウで食べると美味しいよってすごい、あの肉肉しいって言っちゃって、あれもすごい真似したんよね。牛乳、あ、体力増えた。ヘイストラさん、塩コショウでは食べたことないから今度試してみるね。ねえ、うちも試してみたい。なんかね、ポン酢とかがええらしいよ、すごい。え、すごい、なんかバンバン上がりよるが。今日もスタミナあげたいけど、一緒に練習してくれる人がおらん。青春、和光さん、ポン酢は結構やる人いるよね。塩コショウはうちもないな。お酢とかじゃないんじゃね。そう、ポン酢なんじゃって思って。あ、タズナさんいける。
と、こっちじゃね。青春。ご機嫌はいかがですか？ちかさん、餃子は酢に胡椒たっぷりが美味しいよ。あ、酢に胡椒たっぷり。ちかさんありがとうね。そうじゃね。ねえ、やっぱりね、おつぼわかる。すごい、あの餃子のね、タレにあのお酢ね、すごいちょっと混ぜてね、すごい食べるとすごい酸っぱくて美味しい。とっても体が軽い。まだ練習いける？まだ練習いける？うんふん。これゲージが出ちょらんからダメなやつじゃね。タズナさんがおるからこれ。参りましょう。はい。あ、晴れの日ランナーズかブルームスチームファースト。ライスちゃんのブルームスで行く。慣れているみたいです。 32%。 うーん、せっかく臨死でちょるのに。この程度の疲労、なんということは。どうぞお気になさらず。これはあれじゃね、タズナさんお願いしよう。ヘイストラさん、ブルームスいいね。うん、ブルームスとね、あの晴れの日ランナーズね、あのね、前回と前々回じゃね。あの和光さん、ねるちゃんなら 32% でも。ねえ、ねるちゃん勝負すじゃから行くかもしれん。ちょっとうつ無理。ねえ、あの他にもすごい名前の候補って来んのかな。大輝ちゃんとかね、あの来てほしいのに。感じる。え、何抜け出しとるの、またねえ。あ、早いねえ。何かの事情がない限りはちょっと。あ、やっぱり大輝ちゃんじゃん。タズナさんすごい、タイキちゃんに追いつくの？もう、タズナさん待って。タイキちゃんね、多分きっとなんか事情があるんよ。ねえ、タイキちゃんね、噂をすれば。ねえ、噂をすればじゃね。ねえ、すごい、タズナさん、タズナさんってあれだな、帽子を取ったらお耳が出てくるのかな。すごいね、大輝ちゃんに追いつける。あなたの夢は何？え、どういう質問？え、あねえ、すごい、あれだね、トレーナーさん、みんなの秘密だよ。ねえ、すごい気になる。うちは気になるよ、それ。ねえ、みんなの秘密。佐野のにゃんこさん、さすが馬娘。ねえ、すごいにゃんこさんね、すごい気になるよね。うちすごい気になるんじゃけどね。えタズナさんに頭をペチペチ叩かれてようやく。ね、すごい、あれだね、すごい、うちも一目惚れしちょったんじゃろうね、すごい、あの速さに。デビュー。何その、意味深。和光さん、なんかニヤニヤしちゃうわ。ねえ、すごい、なんなの、なんなの。あ、菱山ゾン姉さんじゃ。こんにちは。ヘイストラさん、ペチペチ。ねえ、ペチペチ。かわいい。ねえ、ペチペチ叩かれちゃった。お子様扱いじゃね、すごい。ありがとな。
ね、グラッサンすごい、あの気配りもできるし、ね、すごいこういうことすごいお手伝いする気すっごいする、やっぱり。へえ、まあサンキュー、感謝いたします。ねえ、人手がね、あった方がいい。パパッと済ませちゃおう。よし、お使いは人のためならず。徹夜ねるさん、ご褒美です。ねえ、ご褒美じゃねえ、食品と雑貨。あ、じゃあ、うち雑貨行く。今から特売品を揃いに値引き。でもタイムセールで、タイムセールに突撃。徹夜ねるさん、軽い返事ありがとう。ね、どういたしまして。ね、お店の前にたくさんね、多分あれじゃね、あの2人でちょっとあの人混みかき分けていったらいけ、あのいいのがもらえるかも。はい。ねえ、戦いじゃね。あの、あれじゃんね、あの極主不動で見た、これ行きます。あっという間にグラスワンダーが主婦たちの隙間を俊敏に縫っていく。機敏かな、失礼いたします。ねえ、すごい。あ、グラスちゃんすごい。横入りで押しのけようとしてきた主婦もひらりと舞うように避けて。ねえ、グラスちゃんこういうのちゃんとすごいはっきり言えるタイプじゃから、すごい。極主不動で見たことあるやつだ。ねえ、極主不動で見たことある。ね、あの主婦のね、すごいあの取り合いはすごい、あのヤクザのおじさんお兄さんたちもね、あの引いてしまうぐらいすごい、あのね、血生臭いバトルって紹介されちゃったから。申し訳ございません。ね、本当は雑貨の方が良かったのかな。でもね、お野菜すごいいいの取れたけ、変じゃないかな。和光さん、男の入れない仁義なき戦い。ねえ、そう。いつもトレーニングを待ち遠しく感じているんです。じゃあね、バリバリやっていくね。スタミナ、あ、来たね。来ちゃう。これじゃね。参りましょう。あ、想定外のお昼。あ、でもこれうちじゃあスキップ入っちゃるってことはもう選んじゃるってことじゃね。メニュー考え直す。早く走りたくて思わずそう。パワー、あ、かしこさもある。どっちが良いじゃろう。やっぱりスタミナも上がるパワーじゃね。頑張りますね。お、ポジティブ。この程度の疲労。あ、爆発。あ、23%。
ヘイストラさん、ナイスね、ヘイストラさん、うわ、23% 和光さん、これは押したくなる。押したくなっちゃうけど、押したくなっちゃうけど。てつやねるさん、ねるねるはねる。あ、ねるちゃん、おやすみなさい。ね、寒いけんね、あったかくして寝てね。お任せろ。ね、レースだしお休みしても良いかな。ヘイストラさん、ジレースだしお休みしても良さそう。和光さん、ねるねるおやねるねる。ヘイストラさん、ねるちゃんお休みねる。あれじゃね、頑張ってもちょっと足りんね、全然ちょっと。いつも冷静にと。精神一等いつ、なんて読むんじゃろこれ。なんて読むのこれ。ちょっと待って、精神一等、山羽根城さん、精神一等何事かならざらん。何事かならざらん、そのままで良いの。精神一等何事かならざらん。精神一等何事かならざらん。精神を集中してことに当たれば、どんな難しいことでも成し遂げられないこともない。そのままでいいの。そのままで良いんじゃん。集中したら大丈夫。すごい長いスキルじゃね。はい、今のレース。あ、トロフィー取っちゃらん、これ出走。刺しか逃げ、刺しじゃね、刺し。まあ、G1ね、だね、だね、だね。ねえ、取っちゃらんかった、G1。大輝ちゃんの服とかで取ってそうなのに。うん。負けない。二世でも後継でもない頂点に至る者としての実力を。いきます。うん。ここは負けられない一番。はい。12番グラスワンダー。他は誰が勝ってるんだろう。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。15番成田ブライアン。生徒会組じゃん。9番人気。16番、18番。早秀さん。5番人気です。10番人気。3番、5番。ブルボンちゃん。ブルボンちゃん強いイメージ。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。17番人気。あ、りょうちょう先生じゃん。ブルボンかわいい。奇跡ちゃん。6番人気。11番。作戦変更。刺し。グラスワンダー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。来年のクラシック路線を見据えて、力を示してほしいですね。どうじゃろ、どうじゃろ。レース横画面。レースに、ねえ、ヘイストラさん、ブルボンちゃんすごい可愛いよね。ブルボンちゃんもね、お迎えしたいな。真ん中、ちょっと外側、外側じゃね、ちょっと外側。それでは、キノアハイロさん、こんばんは。あ、キノアさん、いらっしゃい。今ね、フューチュリーステークス始まったところよ。クラシックへの登竜門、朝日杯フューチュリティステークス。フューチュリティステークス。3番人気はこの子です。
富士奇跡2番人気を紹介しましょう。ミホノブルボン、イフー、和光さん、ブルボン来たらぜひやってほしいな。気になるストーリーきそうだし、ねえ和光さん、うちもやってみたい。頼むにゃんこさん、頑張れ。好きのは灰色さん。あ、にゃんこさんありがとう、頑張る。あ、そうなんよ、ちょっとね、試しにですみたの。各の娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか、ちょっとねまだね、あの扱い慣れとらんくって、ねまたあの他のねライバー友達とねちょっとまたあれじゃね、アップデートせんといけんと思っとる。リードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは17番、さらに7番、少し離れて16番、岩早日で続いている。さす心配。14番、2馬身3馬身開いて成田ブライアン、うちはやっぱりあの逃げて、あのね逃げてバーって走っとる方がちょっと安心感ある。そのうち並んで3番、2番、水槽外を回ります。8番、9番、水槽第4コーナーを進んで真ん中過ぎたよ、真ん中過ぎたよ。目が離せません。この直線で勝負が決まると、ブラスワンダーまだ抑えたままだ。どうなるのどうなるの。お互いに転生し合っているようですね。うん、来たよ来たよ。あー、いけるんかないけるんかな。和光さん、頑張れ。頑張れ。うん、頑張れ。グラスちゃん、頑張れ。うん。うん、お耳ペタンとしとる。ニューストラさん、惜しい。不甲斐なさで和光さん、壁がつなかったか。うん、パワーは足りちょろん。ねえ、ちかさんごめん。うん、みんなごめん。さん、おは。ねえ、次。うん、ふと臨機応変とかあると安心。ああ。ねえ、すごい。ヘイストラさん、臨機応変とかあると安心できるんだけどね。パス上手っていうのは、ねスキルがあるとええみたい。臨機応変もちょっと取れたら取りたいね。好きのは灰色さん、タマモクロスが実装されましたね。ね、月の輪さんね、そう。うちもね、あの、このゲームつけたらすごい、たまちゃん出てきたよ、あのムービーで。ね、すごい。うちもお迎えしたい。困りました。ね、たまちゃんお迎えできたらすごい楽しそうよね。うん。佐野のにゃんこさん、ね、まだこれからですね。うん、まだまだこれからじゃね。はい、ナルセンスキーちゃんと直接レース。不退転、万全を期しましょう。どれほど期待でも足りない相手です。うん、ホープフルステークス伝統、ね、ダービーを次の目標に、はい、行きます。精神一等、何事かならざらん。うん、少ない。1倍にならんと強くなれんのね。困りました。あ、名指導。
あ、ウースちゃん釣り行くの？あら？グラスさんになんか変化が来とるの？相談しないと。もうすごい、グラスさんの返しがすごい強い。お母さんってお呼びしますね、じゃって。すごいね、ウンサちゃんが、ウンサちゃんがすごい。いつもだったらね、ウンサちゃんが来たらウンサちゃんのペースになるに。疲れているみたいです。でも、ホープフルステークス。このテープの広。対抗意識。貯金しときたいな。我が輩は熊であるさん、こん。あ、熊であるさん、いらっしゃい、こん。今ね、フューチュリーステークス、ちょっとね、4着になっちゃって、ホープフルステークスでね、ちょっと取り返しできんかなって考えちゃるの。疲れているみたいです。レースの予想、一番争いに加われる。サズナさんもこう言っちょるし、行ってみよう。じゃああれじゃね、ちょっとに逃げで行ってみる。逃げで注目の一番人気15番グラスワンダー。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。クラシック路線につながる。他の子は？踏み出してほしいですね。あ、ゴルスちゃん。ゴールドシップ。3番タキオンちゃん。8番人気です。14番人気は5番ヘイドちゃん。キングヘイド。5番人気です。10番。10番人気です。2番チケットちゃん。12番ウィニングチケット。ここは負けられない。15番グラスワンダー。いや、小画面。佐野のにゃんこさん、ここでの逃げは無理。え、ダメなの？え、ダメなの？和光さん、グラスが相変わらず美人さんや。誰をも魅了し心を奪う希望の星が誕生する。え、ちょっと心配なってきた。我が輩は熊であるさん、逃げていけるよ、心配しなくても。ね、ちょっとね、すごい適性いいなよね。いい気合十分、いい顔してますね。応援しよう、頑張ろう。準備が整いました。ね、グラスちゃん頑張って。スタートです。馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。グラスワンダーと16番、この2人が競り合っているぞ。グラスワンダー、会長に飛ばして行きます。先頭はグラスちゃん頑張れ。安心で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは16番、うちでアグネスターキオ。7番、4番手。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはグラスワンダー。このままリードすることができるか。続きました16番、うちにはアグネスターキオ。それを見るように7番、すぐに続いて11番、和光さん頑張れ。そして頑張れ。ねえ、和光さん頑張ってほしい。10番、並んできた。さらにうちから5番、さらにキングヘイロー、ウイニングチケット。クラスちゃん頑張れ。我が輩は熊であるさん、むしろジュニアは逃げでしかやらん人もいる。え、本当に？だっていい手で取ったよ。ねえ、なんかどう差しか逃げかって言われた時は
4番手には16番、13番続いている、すぐに続いて11番、その後ろにもおる、その外並んで半分過ぎた。カゲさんは育成モードだけ見るなら一匹狼強いから、よほど運が悪くなければ勝てるはず。本当に大丈夫かな。ここからスパート、一気にレースが動きます。頑張れグレッセン、頑張れ。アキスは賢さ、個性下がるだけなんて、地位とかジュニアではあんま関係ない。頑張れ頑張れ頑張れ。そういうことの一つだけだから話しなくてもいいよ。ほんと、うん、やったー。和光さん、いけー。一等星の輝きを見せ、クラシックへとつながる道へ第一歩を踏み出した。2着にはアグネス・タキオ、和光さん、やったねー。ウィニングチケット、にゃんこさん心配してくれてありがとね。勝てたよ勝てたよ。ヘイストラさん、ナイス。よかった。チカさん、ナイス。ヘイストラさん、チカさん、ありがとう。マコさん、ありがとう。下月はじめさん、パチパチパチ。やっと一番取れた。アオハルハイじゃん。エース。ヘイストラさん、本番。本番じゃね。心がけていますが、抑えきれぬたけりもあります。でも、あの真ん中選んでいいのは1回だけなんて、なるべく上で勝たんといけんので。対戦チーム頑張るぞ。皆さん行きましょう。はい、全レースの結果を見る。ドロー、ドロー、あ、勝った、ドロー、ドロー。我が輩は熊であるさん、負けるぐらいなら真ん中でも最悪はありだけどね。勝てそうって思ったんだけど、すごいめっちゃドローしちゃった。ヘイストラさん、セーフ。月のは灰色さん、めっちゃドロー、わら、すごい、何今の、めっちゃドキドキした。セフセフ、ねえ、セフじゃった。よかったよかった。ねえ、セフセフしちゃった。勝ちは勝ちだからね。ハラハラしちゃった。勝ちは勝ち、勝ちは勝ちじゃもん。グラスちゃん、おせちも作れるの、すごい料理上手じゃねえ。ねえ、何日もかけて、ねえ、食べるやつだから、すごい、結構量もね。すごい。はい。一年の計は元旦にあり。和光さん、おせちまであと10日ない。ねえ、ほんとじゃん。もうね、今年も本州でだってもうクリスマスじゃもんね。ほんとじゃん、遠かない。今年ほんとにあっという間じゃったね。体調管理を徹底指導。あ、朝帰りしちゃった。パラリじゃ。ね、生活習慣についてあれじゃね、これお説教じゃね。ヘイストラさん、バレてる。ね、バレちょる、バレちょるのかな。
今年はどうじゃろうね、すごい。いつもの賑わいに戻っね、和光さん、今回朝帰り多い。ね、朝帰り多い。そろそろね、すごい。みんなで集まってお正月できる時期になってくれるといいんだけどな。はい。有馬記念。うんうん。中山レース場に立つことを夢見ちょる子はどの時代にも多くおる。うん。中山レース場。行く。トレーナーさん。ねえ、すごい。なんだかこれからももっと手綱さんと仲良くなっていけそうな気がした。あ、体力回復やっちゃう。尻尾上がり。早く走りたくて。うん、レース。そわそわと。あ最近レースが続いていますが、大丈夫でしょうか。うん、いえ、何か。ヘイストラさん、もうすぐ中山で有馬があるの楽しみだね。うん、有馬ね、本当じゃね、ちょうど今の時期じゃね。有馬記念、G1 の予約、桜花賞と皐月賞。和光さん、今週末ですもんね。うん、今週末には有馬記念、すごい。なんか馬娘やっちゃるからなんか知らんけどドキドキしちゃう。どうしよう、クラシック三冠、クラシック三冠取るんじゃったら皐月賞じゃね。桜花賞もすごい気になるんじゃけど、予約準備はできていますから。佐野のにゃんこさん、玉育成終わりました。全然タック練習が来ない。にゃんこさん、たまちゃんの育成お疲れ様。タック練習ってやっぱ難しいんじゃね。はそれより土曜日の阪神カップがとても気になってます。阪神カップ、阪神ってのは大阪の方の阪神よね。あれじゃね、すごいレースがいっぱい重なっちゃるね。すごい、たまちゃんと育成すごい楽しそう。にゃんこさんいいな。うちたまちゃんの一コマ漫画すごい好きなの。粉も作っとる時の G2 レースの 1400m です、うん、阪神カップ。スタミナ2つ上がる、2つ溜まる。じゃあ我が輩はスタミナであるさん、うちもサブで玉で弾で育成中。我が輩は熊であるさも。みんなたまちゃん育てちょる。あ、空飛ぶ車。あれ、これって。なんかあったの。もうヘイストラさん、もうすでになんか嫌な汗が出ちょるんだけど。学園の駐車場によく止まってる真っ赤のスーパーカー。あ、マルゼンスキーちゃんの車じゃん。我が輩は熊であるさん、玉のおかげで予選抜けた。あ、玉ちゃんやっぱりすごいんじゃん。ね、シンデレラグレイの漫画でもすごい顔しとったもん。車が空を飛ぶ瞬間を、スーパーカーには注意しようと誓うのじゃった。やる気が、パワーが、うん、疲れているみたいです。はあ、いや、でも
スイープ当初ちゃん、あ、8%、10%、0%、あ、3つ溜まる。これお任せは。すみません、スタミナ、パワー、賢さ、めっちゃ来ちょる、めっちゃ来ちょる。スタミナ、ヘイソラさん、いいタイミングで回復したね。え、すごいいいタイミングで回復しとるよね。ワンハルトくん、あ、クラスちゃんの私服すっごいかわよい。え、見て見て、こうすごい、ここすごいかわよい。レース初期の蹄鉄から馬娘のレース写真、あるじゃね、このちょっと昔の馬娘のストーリーとか見てみたいね。本当にこれ伝説の馬娘がトレーナーに宛てた手紙、なんかこれもなんかストーリーね、あったら面白い。ちゃん好みそうな感じのお洋服。うん、うちこういうお洋服大好き。温故知新じゃね、これ古きを当たったんでって新しきを知る。ねえ、すごい、時々名作の漫画って前の世代のお話のスピンオフとかやるんだけど、ああいうのすっごい面白いのよ。うん、あらまあ、うん、どうせよどうせよ、うん、和光さん、一緒についていく選択肢欲しい。ねえ、トラブルに巻き込まれたら危ないけど、うん、譲れないことだよね、譲れないこと。ちょっと待機しとこう、後ろで。すぐなんかねえ、あんまりすごい心配じゃけど、多分抑えちゃったらすごいグラスさん機嫌悪くなりそうじゃもん。あ、よかった。うん、ねえごめん、なんかねすごい嫌な役を押し付けちゃったね。うん、ねえ、これどっちかって言うと、うちがね、言うべきじゃったね、すごい。うん。今日は何を？スタミナ。あ、二つ。もう三つ。どうしよう。悩むな。ヘイストラさん、これは迷うね。虹色じゃないけど、このこっちの根性もすごい。3つゲージ溜まる。でもこっちはキタルちゃんの青春爆発がすごい期待できそう。でも先長いし。まんべんなく、うちこっち取る。根性も上げといた方がいいって言っちゃったもん。この程度の疲労、あ、
青春爆発。お任せを。目くらまし。どんなスキルなんじゃろう。公園の前を通りかかったところ、あ、こうしてみると大輝ちゃんってすっごい大きいんじゃね。結構なお手前、抹茶かな。あれだね、野田デストロンかな。トレーナーさん、あ、野田デストロンじゃ。デストラさん、大きい、意味深ねえ、すごい大きいねえ、すごい。あの悪趣味な風さん、変にカタカナにされると忍殺後に見える病気にかかっちゃったねえ、すごい、うつもすっごいわかる。あいえになっちゃうね、すごい。結構なお手前で、はい、アウトドアティーパーティー。和光さん、わらわら。ねえ、すごい、うつも忍者スレイヤーさん好き。うん、どうしたんね。あ、いけいけ、危ない危ない。あらあら、ドーナツの匂いに誘われて。はい、ここは どうしたらよいんだろう。え、ハチが来とる。あのなんかおとなしくしとってもダメみたいな聞いたんだけど、でも先手必勝でやっちゃってしまったらなんか後続が来そうで怖いんだけど。え、でもグラスちゃんちゃったらなんかなぎなた持っちゃりそうだし、先手必勝。あ、そっちの先手必勝、すごい大賛成。うんうん、あれね、なんかの着ちょる服の色とかであの蜂に襲われる確率も違うって聞いたね。あの白い服着ちょったら襲われんて、黒い服着ちょるといっぱい来るんてねえ和光さん。そう、それそれそれ。和光さん、黒い服は襲われやすいよ。黒い服着ちゃったらあれだね、あの脱いで逃げた方が良いかもしれんよね。狙われやすい色があるらしいね。ねえ、そうそうそう。はい、忍者になれるチャンス。でも巣を突っつくのが一番危険。わらわら何度刺されたことか。和光さん、そんなしちゃいダメよ、ダメダメ。ねえ、すごい。ヘイストラさん、脱ぐのはそれはそれでどうなんだろう。わら、そうだね、逆に無防備になってしまうかね。うちもね、ちっちゃい頃あの かくれんぼしたことがあって、あのかくれんぼで隠れちょった先にあの蜂の巣があってからすっごい刺されて、もうあの泣きながら出てき、あの泣きながら出てきたことあってからね、すごい、あいえーって刺されちゃった。和光さん、お仕事柄蜂とは毎年バトル繰り広げてます。あ、そうなんじゃ、和光さん、お疲れ様じゃね、本当に。下月はじめさん、何もせずにゆっくり逃げるのが良いと思うよ。うん、ね、おつもそうするね。うちもね、あの隠れてね、あのここの草むらじゃないけど、ここのね、あの裏なんじゃろう、ところじゃったら見つかるんじゃろうねって隠れたら、あの目の前に巣があってわーって立ち上がったけん、すごいバチバチバチってすごい、あのなんじゃろう、すごいしっぺされたみたいな、すごい痛みが走って刺されちゃった。ね、アメリカではデンジャラス。ね、下次さんの言う通りじゃね、ちゃんとね、何もせずゆっくり逃げる。ねえ、すごい。あ
るね。グラスちゃんも和光さんと一緒だよ、お仕事柄。ムイちゃんのそれは痛すぎる。でも気づいた時には大抵刺されちゃうのよね。そうなの、そうなの。蜂がいっぱい飛んぞる。なんかそのすごい刺された感じを、あの刺された瞬間がね、すごいちゃんと見ちゃったわけじゃないんだけど、うん。敵を知り己を知れば百戦危うからず。ね、そうそう、あの知らんから怖いんよね。知らんから対処法を知り実力実行すれば何も怖くはないね。すごいね、すごい。ケラスさん結構なお手前じゃね。あ、スピードも上がった。疲れているみたいです。もう11時過ぎちょる。あっという間じゃね。行けますから。あれじゃない、日本ダービー。どうしよう。じゃあね、サツキショーまで行ったら一旦終わろうかな。この程度の疲労。和光さん、対処方法、極大魔法緊張る。大丈夫かな。すごい、あのやめてって暴れたりせんかな。それが心配なんだけどね。ヘイスカラさん頑張れー。 14% 14%。 ミツバチぐらいだったら大丈夫そうだけどね。すごい、でも行けますから。あ、タズナさん、偶然にも割引券をゲットしたので、もうデートじゃね、これ。手綱さんとデート映画館にやってきとるね。トレーナーさん、同時視聴者、実はこの映画館大掛かりな設備更新が最近終わったばかり。音がとっても良くなったの。うんうん、音が良くなった映画って何だったっけ。IMAX じゃったっけ。ねえ、さずなさんって映画好きなんだね。ねえ、あ、和光さんも。和光さん、ガルパンの大音量映画思い出した。ねえ、ねるちゃんも見たって言っちゃった。うちね、ガルパー見ちょらんから。すごい、あれじゃね、なんかタイミングあったら見たいな。うちね、最近あれなんよ、ユーリオンアイス見たいよ。200億の女、危険な専業主婦、白球一筋空へ、熱血野球部物語。どっちが良いじゃろう。和光さん、いいね。ヘイストラさん、あ、ガルパン良いの。ヘイストラさん、ガルパンはいいぞ、ガルパンはいいぞ。おじさん、あれじゃね、ちょっと春の遥かさん、こんばんは。あ、遥かさんじゃん、こんばんは、いらっしゃい。今ね、タズナさんとデートしとるの。あれじゃね、ちょっと年末、あれじゃね、ちょっとお作業するときにね、ガルパン見れたら良いな。200億の女。なるほど。ね、すごい。あれじゃね、アームズみたいな感じなんかな。ラフィングパンサーみたいな。裏の顔を使いこなす姿。ね、すごい。ああね、すごい。うちも映画全然ね、最近行けたら。春の遥かさん、タズナさん、デートでもこの衣装。あ、ねえ、そうじゃん。タズナさんの私服見ちょら、うち。遥かさんの言う通りじゃん。はい。あれなんかな、何かのあった時にいつでも学園に戻れるようにしとるのかな。あ、映画館が好き。
すごいわかる。あとね、あれだね、あのチュロスとか、あのポップコーンとかね、すごい食べて。和光さん、松の映画館行きたいけどコロナでなかなか行けないし、一人ではなかなか行けない、悲しみね。そう、和光さん、そうなんよね。すごい映画見終わったら一緒に見ちょる人とね、すごい感想を言い合ったりとかして、あのね、ご飯食べてね、すごいそのままね、すごい感想会したりとかしたいもんね。すごいわかる。オチもね、あれじゃね、すごいよっぽどじゃないと一人はちょっと奥で映画館行かんよ。あら、それでは。あ、シロさん、山羽城さん、またチュロスの話。え、だってチュロス好きなんだもん。チュロス、和光さん、乾燥ご飯は必須だよね。ね、そう、ご飯必須。チュロスはね、チョコレートとストロベリーとかね、最近他にもいろんな味で取るから、すごいいろんなね、映画館のすごいご飯食べたいの。ん、駅前の美女を見上げると、ヘイストラさん、一人映画も時間気にせずフラッと行けるし楽しみいっぱいだよ。あ、ねえ、そうじゃね、ヘイストラさん、ちょっとまたね、すごい面白い映画撮ると。ちょねえ、ちかさん、チュロスは良いよね。ねえ、ちょっとあの、ねえ、あの、和光さん、甘いものとポップコーンのしょっぱさが大事で、ジュースも欲しいけど、トイレ行きたくなったらって悩んだりもする。あ、そうなの、和光さん。そうそうそう。でも席を立ちたくないよね。あの、うちあの、ロード・オブ・ザ・リンガのね、最後のやつ、あの、最後、もう、早く終わって、早く終わってってすごい、あの、座席でもずもずしちゃった。あまりにもすごい、ねえ、終盤長くって、しかもすごい、ねえ、終盤のクライマックスもクライマックスだから、ねえ、立ちたくないしっていう。幻の馬娘リバイバル上映決定。ねえ、すごい。ヘイストラさんがね、言っちょる通り、ちょっと。佐野のにゃんこさん、ガルパンの映画が見てスーパーギャラクシー欲しくなり、プラモ探したら144で1万6千円もした。え、1万6千円すごい。めちゃめちゃ高い。なん、スーパーギャラクシー、チカさん、めっちゃわかる。わらわら、長かったからね。ねえ、チカさんね、すごい長かったね、あれ。あ、体力増えた。お、あら、重いの剣章スリーゴッテス。和光さん、2時間くらいなら平気なんだけどね、わら。そうなの、2時間くらいだったら平気なんじゃけど、ロード・オブ・ザ・リングどれくらいあったんかな。ヘイストラさん、スリーゴッテス。うん、で、ヘイトラさん、スリーコーテスじゃねえ。この暖かな感覚は？ん？登山家、タイマン、デッドヒート。え？あらまあ。さて。はい。今日もよろしく。ドリオン取っちゃると良いんじゃったっけ？コンセントレーションとコーナー回復、根幹距離、180、どうしよう。最終直線で後ろの方から外を回って追い抜くとき、速度をわずかに上げる。勝利の子どうかね。180ポイント、とっても体が軽い。今日はいつ予想は、あ、
一番争いの参戦可能でしょう。貯金で頑張ってみようかな。貯金で頑張ってみる。うん、貯金で頑張るべきかな。どうだろう。うん、早く走りたくて重い。差し切り体制は多分ヒント下がらないから。ヒストラさん、差し切り体制は多分ヒント下がらないから180で取る予定にした方が良いかも。あ、ほんとじゃん。ヒストラさんすごい。うちこれに全然目がいっちょらんかった。うん。決定。これで作戦を差しにするの。注目の一番人気14番グラスワンダー。パドックでも注目を集める。素晴らしい仕上がりですね。クラシック三冠の一冠目を制する。差し切り体制レース終盤で加速力がわずかに上がる。和光さん順調に育ってまいりました。うん、15番レースに気持ちが向いていないですね。みんなのスキル見れるんじゃん。新冠名走るのですが、もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。4番に18番オペラ王ちゃんじゃん。やっぱりライバルたちは強力ですが、好転編集さん頑張れ。炸裂するか期待しましょう。みんな金ピカスキル持ってるが、いい感じに気合が乗っていますね。最終コーナーで通りで強いはずじゃねえ。どこ吹く風。待ちかねタムホイザ、いい感じに気合が乗っていますね。全身全霊。ラストスパートで速度は上がる。前目につける先行策で勝利を掴んでほしいですね。6番人気下月はじめさん頑張れ。8番人気ヘイチュアさん、下月さんありがとう。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。前に来やすくなる。9番人気11番7番人気は12番ゴールドシップ。注目の1番人気14番グラスワンダー。これ以上ない仕上がりですね。チカさんクラシックファイト応用。うん、チカさんありがとう。頑張る。春のはるかさん、はい、ワクワク。ねえはるかさん、うちもすっごいワクワクしとる。ドキドキしとる。ハラハラしとる。それではヘイストラさん、ゴルシに安定のゲートなんついてて安心する。ゴルシちゃん、そんなにゲートねえ早そうなイメージだけど、あれじゃもんね、ゴルシちゃんってあの終盤ね、あの追い込みじゃもんね。和光さん、ゴルシはすごいぞ。最も速い馬娘が勝つというサツキ賞、成長を見せつけるのは誰だ。3番あれなんよね、このゲートに入るときにすごいあのダダこねるお馬さんとかもおるんよね。日本のブルボン、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ジュニア王者グラスワンダー1番人気です。若き王者が実力を証明するか。あとウィンディちゃんとかがそうなんてね、なんかのこの前コメントで教えてもらった。すごい汗踏みしまくってすごいね。永遠にかわいい。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。先行争いはセイウンスカ、日本のブルボン。15番期待通りの結果を出せるか。ヘイストラさん、サンホイザちゃんかな。ねえ先頭はセイウンスカ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは日本のブルボン。可愛いよねすごい。ねえみんな頑張っとる。さあ花に立ったのはセイウンスカ。ゲート内で奇襲に頭殴られた子もいるからな。そんなすごい。すごい。本番中だもんね、すごい。本当はね、あのね、パシパシ叩きたくないけど、そんなこともあるんじゃ。半分すぎるよ、半分。グラスちゃん、頑張れ。ねえ、ブルボンちゃんとウンスちゃんとスペちゃん。すごい固まっとる。すごい、すごいのが固まっとる。15番少し離れて待ちかねタンホイズ。1番離れて1番、その後ゴールドシップ。それを見るように2番、1番ここからだね。外9番その内並んで5番、それを見るように4番外で16番、後方2番手に11番テイエムオペラを。どうなるんだろう。差し切り完成。一気にレースが動きます。あ、ゴルシャもすごい加速しとる。全然
あ、出られん。あああ、スキル発動するのに。ヤさん、うん、和光さん、これは運か。うーん、10今までで一番すごいドンケツかもしれん。月のは灰色さん、あらチカさん、あばばばそんにゃん。うーん、11時半。うん、下月はじめさん、どんまいなのだ。悲しみ、神野はるかさん、悲しみ。うーん、ヘイストラさん、ね、さっきりで加速力上がったけど壁が厚すぎたね。ねえ、ヘイストラさん、きっとまだ寝てるかな。ね、リベンジできんね、あの本番目標じゃないからやり直しも期間数。うーん、ねえ、すごい差し切りで加速、スキルはちゃんと発動しちゃったのにね。そんなレース敗北。キラスちゃん、ねえ、もえ、ねえ、すごい。ヘイストラさん、うん、そうか、目標じゃないから目覚ましできないのね。そうなの、目標じゃないの。うちがね、うちがクラシック3冠取りたかったの。帰り道で反省会行きます。ね、頑張ろう。うん、もやもやするね、日本ダービー迫ってきたね。和光さん、目標かとうちも思ってた。あ、本当？ね、すごい、あれね、今日の今回の育成はうちすっごい頑張りたくて、ね、スカーレットちゃんみたいな、すごい牝馬3冠取りたいの。でもバットスキル来なかったから結果的にセーフ。うん、そうじゃね、そうじゃね、スキルポイントももらえたしね。うんうん、あ、スペちゃんすごい緊張する、はい、ね、いつもこんな記者会見とかしたら多分スペちゃんみたいにすごいドキドキしちゃうと思う。ああね、これがあれじゃね、コメントでちょっとね、グラスちゃんがおるところの世代はすっごい強かったってお話じゃね。よろしくお願いいたします。質問、はい、百福おのずから集まる。心を穏やかに、和やかに構え挑みます。百福おのずから集まるで集まっとるかな最も運の良い馬娘が勝つ。うん、トレーナーさん、ねえ、グラスさん会見お疲れ様あ、エルちゃんじゃん。山頂です。ねえ、すごい、会見終わった後すぐ会いに来てくれるけん、やっぱりエルちゃんはすごい仲良しなんじゃね。ね、友達だけどライバル。まあ会見
音声は言わない。闘志は秘めるもの、大和なでしこたるもの、常に穏やかに。ふんふん。え、グラスさんの本当の、はい、直接対決、真っ向勝負、本気の戦い、いきますよー。ね、すごい。あれじゃね、すごい。グラスちゃんはエルちゃんに勝ちたいんかな。ええ、クラシックレースはそのすべてが一生に一度きり。負けられない。日本ダービー。うん、とっても体が軽い。うん、すごいじゃね。あの、今回のあれじゃね、育成はちょっと一旦ここでストップじゃね。あら、名官レベルが上がったみたいですね。はい。確認を忘れずにな。ちょっと待ってね。お知らせ。確認を忘れずにな。ヘイストラさん、お疲れ様。あ、ヘイストラさん、ありがとう。お疲れ様。太陽が映し出す、それよりもほのかで風情が。この曲はな、あ、ささやかな祈り、うまいね。ちかさん、お疲れ様でした。あ、ちかさん、お疲れ様。すごい、ありがとね。ちょっと待ってね。下月はじめさん、おつむい。と佐野のにゃんこさん、お疲れ様でした。にゃんこさん、ありがとう。お疲れ様。和光さん、下月さんもありがとね。あ、シロさんもありがとう。和光さんもありがとね。山羽シロさん、お疲れ様。あ、はるかさんもありがとう。あ、レジェンドレース、お疲れ様でした。うん、レジェンドレース、今日からレジェンドレース始まったから、裏でやっておくとお得だよ。パンさんもありがとう。お疲れ様でした。飲み物、月のは灰色さん、おつです。悪趣味な風さんも、悪趣味な風さんもありがとう。ね、ここまで配信見てくださってどうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。和光さん、今日もむいちゃんいっぱいありがとね。楽しかったよ。うん、あっちの方こそじゃね、みんないっぱいコメントくれてありがとね。和光さん、本当にありがとう。月のは灰色さん、まずはレジェンドネイチャだ。うん。ネイチャちゃんに勝つの？レジェンドネイチャちゃん、ね、すごい、頑張って勝ちたい。来てくれた人のお名前呼び上げるね。マイネームイズさん、来てくれてありがとう。下月はじめさん、はたたこんさんも来てくれてありがとう。レクイエム課長さんも遊びに来てくれてありがとう。ポケゲームさんも遊びに来てくれてありがとうね。ケンゲンさんも遊びに来てくれてありがとう。アイウェオさんも遊びに来てくれてありがとうね。リンシンちゃんもね、遊びに来てくれてありがとう。猫さんも遊びに来てくれてありがとう。サフラディンさんもね、すごいいっぱい声かけてくれてありがとう。センキュー。つよしさんもね、遊びに来てくれてありがとう。トラ猫さん、遊びに来てくれてありがとう。カイカイさんも遊びに来てくれてありがとうね。視聴したいね。5章も解禁したし。ねえ、すごい。にゃんこさんね、そう、メインストーリー、みんなで見たい。ねえ、なんかストーリー、追うだけのやつもね、したい。やとみさんも遊びに来てくれてありがとう。フリーザ様も遊びに来てくれてありがとうね。
カイトさんも遊びに来てくれてありがとう。すっごい嬉しかったんよ。ねずちゃんもね、遊びに来てくれてありがとう。お疲れ様よ。我が輩はクマであるさんもね、遊びに来てくれてありがとう。チカさんも遊びに来てくれてありがとう。シロさんも遊びに来てくれてありがとうね。はるかさんもね、遊びに来てくれてありがとう。すっごい嬉しかった。ヘイストラさんもね、ありがとう。すっごい。一杯アドバイス助かったんよ。アンさんもね、すごい。遊びに来てくれてありがとう。悪趣味な風さんも遊びに来てくれてありがとう。和光さんもね、すごい。遊びに来てくれてありがとう。本当にすごい。今日は灰色さん、姉ちゃんの靴ライスで剥ぎ取った。月乃さん、それどういうこと？ねえ、下月さんも遊びに来てくれてありがとう。にゃんこさん、ありがとう。月乃さんもありがとうね。ねえ、ちょっと気になる。レジェンドレースのね、ちょちょん。ねえ。あれね、ライスシャワーちゃんで買ったってことなんかな？ねえ、すごい。はい。ね。ちょっとね、まだ告知で可能ね、設定はできておらんのだけど、明日のね、夜8時からまたね、この、グラスワンダーちゃんの第2部ね、やろうと思ってるよ。月乃は灰色さん、レジェンドレースのトロフィー、馬娘の靴なんよ。あ、そうなの？トロフィーまだうち持っちょらん。姉ちゃんの靴の形しとるトロフィーなんね、すごい。うちも欲しい。ね。和光さん、明日も見に来ちゃうぞ。あ、和光さん、ありがとう。ね、ちょっとね、今日はちょっと苦い結果に終わってしまったんじゃけど、ちょっと、明日はリベンジ。姉ちゃんの靴いい匂いしそう。ね、すごい、どんな感じなんだろう。私はファインの追い込みで買った。にゃんこさん、ファインモーションちゃんで買ったの？追い込みもすごいね。うち、まだ追い込みの馬娘ちゃん育てちょらんかも。ねえ、すごい。確かゴルシちゃんやっちゃったよね。ゴルシちゃんも育てたいな。ほいじゃほいじゃね、またね。明日またツイッターで告知するんでよ。みんなね、すごい遊びに来てね。ねえ、すごい、ねえ、すごい、みんなね、また見に来てほしいよ。よろしくね。ヘイストラさん、追い込みはゴルシだね。ゴルシをやるときの楽しみにすると良いよ。うん。ゴルシちゃん、すごい楽しみだね、すごい。ねえ、なんかコメント読んどる限り、オペラホちゃん以上みたいだし、ね。うん、みんなまた明日ね。今日みんなすごい見に来てくれてくれてありがとう。今日もお疲れ様でした。ゆっくり寝てね。暖かくしてね。うん。みんなもね、すごい、ね、寒いけん、風邪ひかんように気をつけてね。ほいじゃ、ほいじゃ。みんなおやすみなさい。バイバーイ。